どうもこんんばはよしすいませんね最後までちょっと粘ってました資料をいやー疲れた <laughs> 疲れましたな ちょっと、ね、時間もないんでさっとやりますか今日は、ね、十字軍の歴史です、まあ、前,回前回ギリシャ神話やりましてその前がね平家の時代やりましたよね割とガチの歴史がわかる時代ということ <laughs> えーっとですね、その日本で、まあ源平やってた頃の、まあ西洋中東、まあ世界はどうなってたのかと、いった感じでね、わかりやすいんじゃないのかなと、よし、思っております。これでいいか、これでいいな。さてさ、てさて、さて。 一応右上に映してる年表がですね、えーまあ、私のホームページにアップしてるやつなんで、まあ、でっかい文字で見たい人は私のホームページで見てみてください。で、一応ね、あそう1000年から、まあ、一応年表一番上がね、1077年から始まってますね。1077年から始まり、まあ、最後はね、まあ、おおよそ、 1291年ぐらいで終わりであとはもうちょっとなんか余談ですねというわけでまあ11世紀末から13世紀ぐらいまでというところなんで、まあ、ちょうど本当にこの間やった源平の時代プラス鎌倉時代とかねというようなところになってます、まあ、早速いきましょうか早速 あれ、一番右下のところはですね、えまああの、かなりね、いろんな人間が出てくるんですよ。しかも横文字がね。まあ前の平家物語の時は、ウニゃモリがいっぱい出てきて、それはそれで困ったんですけども、今回はですね、横文字のやつがいっぱい出てくるんですよね。ちょっと覚えられんわということで <laughs>、あの、主要人物、この人たちが頑張っているっていうような人物だけこの右下に出てきますんで、この人たちだけ把握してればいいのかなって、 っていうところでね、思っていただければと思います。で、もし、あの、あれ、さっきの誰だったっけみたいな、結構ね、ややこしいんで、誰々がこうしてああしてみたいな話をするんで、誰だって誰だっけって思ったら、この右下を見てもらったら、なんとなくわかるんじゃないかなと、いった画面構成になっております。基本はもう右上の,あの年表です。で、左の画面がめっちゃでかいけど、ここあんま使わないんで <laughs>、あの、一番使うのは右上ですね。 右上の年表をご覧いただければと思いますまあ言うて読書居酒屋で、えー、この時代に至るまでの話っていうのはあんましてないんでざっと,と流れを言いますと、まあ、ローマ帝国のね時代ぐらいからいきましょうかね <laughs>、まあ、ローマ帝国ってこの地中海あこの地図でね一応地中海を書いておりますけども、えーまあ、黒いところは陸地ですね、まあ、これイタリア まあ、わかりやすいブーツがありましてこの辺が大体ギリシャですねでこの辺が大体トルコででこういってこの辺が中東ですよねここはエルサレムになってますでこっちがエジプトっていうとこですねでローマはまあこのローマからスタートして、まあ、ヨーロッパ全土プラスもこっちのまでも全部ね地中海も丸ごと一時期征服したわけですよ大帝国になったわけですけどもちょっとでっかくなっちゃいすぎてちょっと2つに分けませんってなりまして まあ東ローマ帝国と西ローマ帝国に分かれたわけですよねでそしたら西ローマ帝国の方がもう一瞬で潰れてしまいましてそのゲルマン人の大移動があってですね西ローマ帝国の方あっという間に、あのー、潰れてしまいましたアビヒ部シがお風呂を作ってた頃は一番栄えてた頃ですねローマ帝国がパクスロマーナっていう時代で5検定というね5人の優秀なねあの皇帝が続いた時代があるんですけど 安倍博士がお風呂作ってたのはその頃ですねでその後、えー、もうローマ帝国末期になってくるとねだん,だん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 ねあの民族が入ってきてしまって国力を疲弊していくというわけで西と東に分けたわけですよスパンと2つにねただ西の方がすぐわーっとねゲルマン人に滅ぼされてしまったとで東の方がそれからね、まあ、あのじわじわと狭まれつつも領土は狭くなりつつもなんとかやりくりしていくっていうような感じですね まあそんなわけで,、えー、で一応キリスト教の話になるんですけど、まあ、西ローマ帝国を滅ぼしたゲルマン人っていうのが、まあ、あのフランク王国っていうのを作りましてでそこからいろんな国に分かれていってねわーっと内乱を押し出すわけですけど、まあ、いろんな国ができるわけですよ、まあ、当時まだヨーロッパっていう考えはなくてそのフランク王国がいっぱいバッと分かれて、まあ、フランスの元になったり、まあ、ドイツの元になったりイギリスの元になったりとかするわけですけど まあそんな中なのでまあずっと内乱をしてるような感じですね。そ東は一応ね千年続きますからね。でまあなんて言うんでしょう。闇の中世というかね。<laughs> 今までローマ人が作った都でわーって人々が栄えてたのに、すごいゲルバン人が乗り込んできてボコボコにぶっ壊しちゃって <laughs>。で、ローマ人が作った街の後に住んでたんだけど、なんかね、それからあのー、ルネサンスでね、復興するまで。文芸復興するまで、 だいぶ闇の時代が続いたというね西の方はねゲルマ人たちが好き勝手やりやがるみたいな感じになっております一応今回この十字軍に出てくるのはその西の方だとですねあの神聖ローマ帝国っていうこれローマ帝国とは何の関係もないんですけどそのゲルマン人が作ったねドイツの元になった、えー、神聖ローマ帝国っていうのがありましてでその横はまあフランスですねフランス王国、まあ、フランス王国が今の大体フランスのあたりなんですけどであとイギリスが出てきます あとイタリアはねいろんなあの都市がねあの商人たちとねあの栄えた都市がいっぱいあるんでその辺が出てくると思っておいてこれくれればいいでしょうねですで、えー、あとはキリスト教の状況を話しておきますと一応フランスとかドイツとかね言うかもしれないですけど今みたいにそのはっきりここからここまでドイツですかここからここまでフランスですみたいなことはなくて ほんと今の社内日本の戦国時代みたいな室町時代みたいな考えてもらいたいんですけど本当に将軍が一応トップでいるんですけどあのそれに対してね漁師たちが地元の漁師たちがーンと奉公みたいな感じで、ね、一応あの封建制でねお使いをするんですけどこの間話したあの平家の時みたいな感じでね御家人みたいな感じで王様をトップにして一応部下みたいな感じでね なんとか白みたいな、なんとか量みたいなもの持ってる、白、ま、尺、あ、だの、公尺だのがね、お使いをするわけですけども、えー、ただその、忠誠心、まあ日本でもそんなになかったけども、ゴリゴリに、あの、ちゃんと忠誠誓います、みたいな感じじゃなくて、本当に契約関係、ゴーンと方向みたいな感じで、本当にね、あの、はい、じゃあ、何日間戦出たから、はい、いくら、みたいな。 で逆に他の隣の領主から隣の王様からうちもっとお金出すよって言ったらすぐそっちに行くみたいな割り切りがすごいみたいなね忠誠心というよりは本当に契約関係ですよみたいな感じなので本当にねその国境がその領主によってコロコロ変わるのでどっちに突くかによって変わるので傭兵に近いですよねどちらかというと一応そのフランス王のもとに集まってますっていう名目ではあるんですけども何かあったらすぐ裏切ったりします イスラムもちろん出てきますよ一応この頃はあは西のね今のスペインとかポルトガルの辺りあの辺はもうイスラムをイスラム勢力に取られていてレコンキスタって言ってねあのキリスト教国があのスペインの辺りで戦ってるような時代ですね、まあ、ずっと昔から戦ってるんですけど、まあ、そ,れそっちは置いといて西のスペイン側は置いといて東に行こうねっていうのが今回の十字軍の話です。 で一応、キリスト教の状態を言っておくと、まあえ、西と東に分かれましたよね。で、東ローマ帝国の方は一応ビザンツ帝国というふうに名前が変わるんですけども、まあ、こっちはね、今までのキリスト教。ローマ帝国ではキリスト教が国教だったんですよね、最後の方。なんで、東ローマ帝国は我々はあの昔ながらのね、ローマ時代からのキリスト教、正しいキリスト教をやってますよと。で、西の方はね、かなり変わってしまいまして、 あのゲルマン人がいっぱい入ってきたわけですよねローマ帝国が滅んでしまってゲルマン人がいっぱい入ってきちゃってゲルマン人とかさあ,のあれじゃん、まあ、キリスト教から見たらちょっと野蛮だなみたいなあの多神教じゃん森の神様拝んだりとかねそういうような感じなんでそのゲルマン人をどうやってキリスト教徒にしようかなみたいなのをいろいろやっていた結果ってやっていったっていうかそのゲルマン人が勝手に、ね、信仰を始めたっていうのもあるんですけどあの偶像崇拝ダメだったじゃないですか 大移動してきた民族にね。キリスト教を広めなきゃいけないわけですよ。ローマ帝国なくなっちゃったから。でもみんなあの偶像をね。拝んでるのね。偶像をキリスト教を教えても、あの本当にあの沈黙の映画みたいだけど、あの少しずつの映画沈黙で宣教師が渡ってきた時に、あのロザリオの数珠とかを1粒与えたらあ,ありがとうございます。みたいなパードレ様みたいなね。の物をどう敬ってしまうみたいな。 あのキリストのね十字架を敬ってしまうみたいな感じなのでそのゲルマン人とかもあの多神教もともとはねその森の神様とかを信仰していたんでそれ分かりやすいもう聖書って分かりにくいじゃんで偶像崇拝禁止だから聖書の教えを教える時にもひたすら聖書を読んで聞かせても,おもお面白くないわけよで視覚化したものが欲しいっていうのでまあ偶像崇拝禁止だけど一応製造っていうことでいいんじゃないですかみたいな <laughs> 感じになったのが、この西側のカトリックですねで。東側は俺たちは正しい、あの、俺たちが本当に正しいキリスト教徒だっていうので、ギリシャ正教っていう形になるわけですね。まあ、東方正教会とかね、どんどん東側はなんか俺たちが正統派だみたいなことを名乗るわけですね。で、西側はどんどん変質していって、教会もめっちゃ豪華にしましょうみたいな森を模してね、あの、ステンドグラスとかもね、森の木漏れ日を模してたりするんですけど、ゲルマン人に合わせて合わせて、 カトリックっていうのは、こう、地信者増やしていったと。いうわけで、ちょっとギリシャ正教側からしたら、お前らなんでそんな違うじゃねえかと。元々の、ね、偶像崇拝やってんじゃねえか、みたいな感じになるわけですね。で、カトリックはそこなんかこう、ごまかしごまかし、いや、これ、製造なんですよね、とか。<laughs> あとなんか、キリストはね、あの、まあ、我々日本人もそうですけど、神様、仏様って原生利益を基本願うじゃないですか。 大学合格させてくださいとか、商売繁盛とかね、暗算祈願とか、原生利益をお願いするんですけど、ゲルマン人もそっちの方なんで、原生利益をお願いするんですけど、キリスト教って基本原生利益じゃないじゃないですか。将来救われるかもね、みたいな。<laughs> 将来救われるかもね、みたいな感じじゃないですか。なんで、キリストさんちょっとそんな役立たないですもんね、原生で、みたいな感じになったんで、マリア様だったら助けてくれんじゃねみたいな感じでこう、マリア様信仰が始まるんですよね、ゲルマン人の間で。<laughs> 復活の時が大事だっていうのがキリスト教、もともとキリスト教なんで、 マリア様だったら助けてくれんじゃないみたいな感じで。まあ、今までそのキリスト教の中で異端とされていたマリア信仰がめちゃくちゃ幅を利かせるっていうね。でそれも、まあ、いっかーみたいな。カトリックは。<laughs> まあ、いっかーマリア様みたいなね。ので、だんだん、どん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 変わっていくのがカトリックです。ただ、その代わりカトリックは本当にその視覚化して、教会もめちゃくちゃ豪華に作るし、 あの今までね、聖書ね文字読めない人はどうやって聖書を読むんだって話だったのがパッと見でわかるとこう十字架にかかってキリストとかねあこれがマリア様なんだとか絵描いたりとかねわ、まあ、かるようなそう世俗的になったので、まあ、もともとの教えからだいぶ変わってしまったけれどもその代わり信者はめちゃくちゃ集まったという状況で西と東にキリスト教も分かれていますでそんな中中のこの中東事情ですよね 一応、えー、こっち側が西ローマ帝国だったんですがこっち側は滅んでしまいまして東ローマ帝国ですねこっちのギリシャから東側ですねあのー、まあ最盛期まだ東ローマ帝国だった頃本当にねこっちの中東まあ今のねこのエジプトからイスラエルからこの辺までねこのトルコの辺りまで全部ねこう地中海の東側をね収めてたわけですよだ,だん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 イスラムに押されていってもうこの辺ボコボコやられまくってですね えー、とうとうこの首都がねコンスタンチノープルっていうんですけどまあ今のイスタンブルですよねトルコの首都、まあ、東ローマ帝国ビザンツ帝国はここが首都だったんですがもうここのギリギリまでも来られちゃったわけですねもうここまでうわーっと全部イス,ラム系イスラム勢力に取られてしまったというような状況になっております普この地図はね先ほどトレースしました頑張ってっていうのは理解でよろしいですかね皆さんさあそんなわけでようやくねえへへへ 年表に入っていきますけども1077年からスタートですね。カモッサの屈辱っていうのがあります。もともと、えー、王様の方がね、結構強かったんですよ。あの、法王っていうのがね、その、一応キリスト教、カトリックの一番トップ、キリスト教のトップになるわけですけども、その法王の任命を、大体いい王様が、あ次お前なみたいな感じで任命していて、結構王様の方が力強かったんですけど、知り合はね、ちょっとね、ずれちゃいましたけど。 王様の方が強かったんですけど、だん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 ね、法王が、あの、キリスト教とか増えるにつれて、法王がちょっとずつ発言力を増していきまして、でですね、グレゴリウス七世っていうね、法王がいるんですけども、この法王がですね、あの改革派って言われてですね、ちょっとキリスト教を改革していこうっていうね、派閥だったんですよ。っていうのも、まあ今、王様がね、なんか、いやいやいや、口出ししてるけども、そこちゃんと線引きしましょうねっ、つって。あの、まあ、正解あの何、何神聖なね、 その宗教界と俗世間をこうしっかり分裂してでその俗世間を宗教界が引っ張っていくべきなんじゃないかとで今まではなんかいろいろねあの身分とかもご,ごちゃごちゃだったしなんかねあの修道士が戦ったりとか、えー、騎士がはたあの農業したりとか、まあ、普通だったわけですけどもこれからちゃんとねちょっと分けていきましょうみたいなあの祈る人戦う人耕す人みたいな感じでねこう聖職者騎士 一般民衆みたいなちゃんとそこ住み分けしてで一番上の宗教の、ね、聖職者たちがみんなを引っ張っていき指,導指導していきましょうよみたいな改革派っていうのの,の、えー、グレゴリウス七世っていうのがねだんだん力をつけてくるわけですねだ皇帝ね時の神聖ローマ皇帝のハインリッヒ四世っていうのがいましてであの任命権で、ね、揉めるわけですよそしたらあのー、グレゴリウス七世がお前破門っつってね皇帝を破門してしまうわけですね 今までだったらね、みんなが王様の味方してたんですけど、皇帝の味方してたんですけど、だんだん法王の方が力を持っていっちゃったもんだから、周りの連中がみんなね、グレゴリウス7世の方のね、味方をしちゃったんですね。なんと皇帝、破門されちゃって、周りの人みんなね、法王が正しいみたいな言ってるんで、やべっつってね、ハインリヒ焦りまして、あの雪の降るカノッサでですね、カノッサっていう城があるんですけど、お城の法王がそこにいてですね、カノッサってお城の門の前で、 あの普段着でね寒い格好で3日三晩謝り続けるっていうね波紋許してくださいっつって <laughs> 波紋の使い手じゃありませんよまだ破門の使い手ですね方法っていうのはすぐ破門しますけどね許してください許してくださいっつってねんとか波紋を解いてもらうっていうのがありましてもう完全に法王が上位に立ってしまったと皇帝の権力も地に落ちたなっていうのがスさんの屈辱ってわけですねただこれカノスさんの屈辱であ法王の方が上なんだ っていうわけでもなくてですね、あの、ハインリヒ7世、これでね、ブチギレまして <laughs>、破門といてもらったんだけど、ブチギレましてですね、あの、もうグレゴリウスをローマから追い出しまして <laughs>、あの、もう、ブチギレですよね。ひたすらもあ、本当に謝ってた方ですかみたいな。<laughs> 本当にあんな3日目は謝ってた方ですかっていうぐらい、あの、どん,どん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 やり込めていきまして、もうグレゴリウスがもうローマに入れないぐらいの、もうどんどん田舎に追いやっていくみたいな。 感じであの逆に逆襲されちゃうんですよね。法王が。で、グレゴリウスは失意の中ね、ローマに帰れずに、あの、どっかその辺で死んでしまうと <laughs> いうわけですね。まあ、屈辱を晴らしたというかね、まあ、恨みが深かったんでしょうね。まあ、そんな中ですね、およそ20年後にですね、法王ウルヴァン2世っていうのが出てきます。このウルヴァン2世もそのグレゴリウスと同じ教会からあの出てる人で、 あの、もちろん改革派をね、あの考えを受け継いでる人なんですよ。で、このカノスサの屈辱は失敗だったわけですよね、法王が分からしたら。ローマ取られちゃったよと。自分の本拠地がね、取られちゃって。カノスサの屈辱やりすぎたなって。皇帝切れさせたらちょっとやべえなっていうので、あの、どうしようかなと考えまして、他になんか、他の方法で法王の権威を上げたいと。考えたときに、十字軍だなと。思いついたのが、このウルヴァン2世ですね。 このこの頃本当にもう戦国時代みたいな感じで諸侯がねわーわーわわ戦ってたわけですよで民衆はねもうあのはあはあはあ入ってるわけですねもう疲れましたよっつってもう荒れに荒れてるわけですねもうほんと応仁の乱の時みたいな感じででなんかあの農作物もあんま取れないしみたいな戦いばっかやってるし殺し合いばっかやってるよっていうのでそこの民意をちょっと利用しましてウルバン2世ちょっと休戦しませんつって あの神の救戦っていうんですけど、ちょっと神の名のもとに皆さん、救戦して、その有り余ったパワーをあのこっちの東の方に向けませんかっってね。で、このここの聖地エルサレムですね。これ、キリストがね、ここで亡くなったっていう、字ちっちゃくて申し訳ないですけどね。エルサレム、キリストが亡くなったっていうので、キリスト教の聖地になってるわけですけども、墓があるんですよね、エルサレムに。ここがまあ今、昔はね、ローマ帝国がここをね、抑えてたわけですけども、もうイスラムにやられてしまってると。 なのでこれ取り戻そうぜってみんなでこう食いつぶし合ってるわけじゃな,だけじゃなくてこれ取り戻しに行ったらいいじゃんその戦力使ってっつってね言うわけですねでこれにあのみんながおおすげえいいぞっつってね乗るわけですねじゃあエルサレム奪還しに行こうというふうに盛り上がるわけですあっしさんありがとうございますまあそしたらその皇帝とかねフランスの王様とかが行くんじゃないですかって思ったら 実はその辺は全然行かなくてですね。まあ、皇帝とはもう仲悪いじゃないですか、方法と。皇帝には頼まないんですよね、方法も。で、フランス王破門されててあの、不倫しちゃって。<laughs> フランス王は普通に不倫して破門されてたんですけど。で、王様から、で、その当時ね、イギリス王はまだそんなにね、力持ってなかったんですよ。ちょっと弱かったんで、内戦とかしてて。なので、あの、他のその諸公要はその部下たち。まあ、日本でいうと、室町幕府の将軍じゃなくて、その配下のね、 あの戦国大名たちにあ、ね、武田信玄とか上杉謙信とかねああいうその諸国の大名たちにあの行ってこいよみたいな、ねまあ、戦ってたのはそいつらだしみたいなみたいな感じです一応理解としてはその新生ローマ帝国の皇帝も将軍みたいなもんだしフランス王の王様も将軍みたいなもんでその下にさらに各種の大名が争っててみたいな感じですねで国同士も争ってたりするんですけどねっていうような状況でじゃあその諸侯といわれるね大名たち にこの東のエルサレムを取り戻しに行かんかいと言って出発させるわけですね。でその時にねあのまあ、いろんな国の人たちが参加するわけですよ。でまあ、ちょっと統一感ないねということでじゃあ,あの参加する人はこう十字をね服に十字を縫い付けます縫い付けましょうということでそれで十字軍という名前になりましたね。十字架の十字を縫い付けましょうと。でこれがすごいのはですね一応巡礼なんですよ。エルサレム にに巡礼すするるとねね一応免罪になるんです、ね、あの自分の罪がね全て洗い流されるという。便利ですね。なので、まあエルサレムはみんな巡礼行きましょうという風にね、あの法王は推奨してたんですけど、まあ、なかなかね、遠いじゃないですか。こんな遠いんですよ。<laughs> まあ、遠いよねっていうのは、なかなか行けないと。なかなか行けないからこそ巡礼のね価値が上がるんですけど、ここに行けば自分の罪がね全て無罪ってわけですね。で、この十字軍に参加した人たちも全員無罪ですと。完全無罪。 しただねこの頃じゃあイスラムにここを抑えられてたけど巡礼行けなかったんですかっていうとそうでもなくて結構イスラム教寛容なんですよねでエルサレム巡礼いいよ別にみたいなキリスト教徒入っていいよ別にっていう感じだったんですけどもたまにいさかいが起きるんですよたまにいさかいが起きてそれをちょっと方法を上げつらってねいきょうとどもから解放しろっつって生徒をねキリスト教徒の生徒を解放しろっつって十字架を出発させるわけですね 一応この頃はあのヨーロッパっていう考えがなくてえこっちのイスラム教徒の人たちはこの攻めてくれる十字軍とかねこっちのヨーロッパ人のことをフランク人って呼んでいて逆にこのヨーロッパの人たちはこっちのねまあイスラムの人もいっぱいいるわけですよエジプト人アラブ人トルコ人みたいないろんな民族があるんでもうこれ全部合わせてサラセン人って呼んでましたねなのでまフランク人対サラセン人の戦いというような形になっていきますね 近くに住んだらっていうかねまあ巡礼は結構きつい旅なんですけど結果ねここで死んでもいいのよエルサレムで死んでもいいのよってのはこれ今あの偽りの都のわけエルサレムっていうのはで真の都はあの最後のね神が降演してあの最後の審判の時に本当の神の王国が現れるからエルサレムで死ねば神の王国に行けるっていう話なのよじ巡礼に行きましょうねっていうそういう論理なんですよね ま、あそんなわけで、えー、十字軍呼びかけまして、翌年出発しましょうという形になりました。一年間準備してね、と。で、留守中は、みんな、あの、きゅ神の急戦だから、留守中はみんな戦っちゃダメよって言ってね、法王が命じるわけですね。で、みんな安心して、まあ、国を留守にしてね、みんな大名たちがゾロゾロと攻めていくわけですよ。ま、あなかなか圧巻ですよね。日本の戦国大名がね、いっぱいこう、一致団結して攻め込むみたいな、なかなかないですよね。 朝鮮出兵の時ぐらいですけどあれももう統一後ですもんね統一されてな、ね、いまだみんな武田信玄とか上杉謙信が殴り合ってた時みたいなあの頃にみんながこうじゃあ団結して一緒に行こうかみたいな感じになるっていうね、まあ、逆に言うとあの団結はできないって話なんですけどねみんな勝手に行動するって形になっていきますで一応第一次十字軍これが出発するのが1096年ですねあそう上杉の北条攻めみたいなね感じはありますね あ関東の初代名がね、わーっと集まるみたいなね。一応、あの貧民十字軍っていうのがあるんですが、これさらっといきますけど、えー、じゃあ十字軍すげえじゃん、俺たちも巡礼しよう説って、あの一般民衆たちがです、ね、勝手に出発するんですよで。貧者ピエールって人が率いていくんですけど、もう千年前の話ですよ。朝栗湾はね、もうちょっと後です。第三次十字軍ですね。それも話します。今、第一次十字軍。 貧民十字軍っていうのなんか、わっとね、退去して、民衆がドロドロと勝手に出発しちゃうんですよ。で、あの、うわっつね、この入り口はね、コンスタンティノープルですよね。で、コンスタンティノープルの、あの、皇帝もね、ビザンスの皇帝も、ちょっといっぱいなんか変な民衆来たからめんどくせえと思ってね、さっさと渡したわけです、こっちさっと。え、はい、どうぞどうぞみたいな感じでね、さらっと行ったらね、この辺でね、わーっと殺されて、あの、消えます。うんさん無傷します。なんかいっぱい死んだらしいですね、貧民十字軍。 そんなところで、この、あれですね、右下の登場人物ですね。この参加した諸行ですよ。この第一次十字軍の。なんでだってもう、あの、兵団も何もないわけで、別にそいつらはもう、兵士でもないし、民衆が勝手に退去してね、行ったわけですよ。で、あの、何にも持ってない、貧民だからさ、道中で略奪とかしまくって、で、あの、盗賊に殺されたりとか。<laughs> 略奪でね、返り討ちにされたりとか、普通に餓死したりとか、だ、どん,どんどんどん脱落していくわけ、道中で。で、道中で大体死んだんですけど、こっちのね、昭和時代に乗り込んだ後も、結局そのトルコ人バシッとね、殺されてしまったというわけで、ほとんど死にました。<laughs> ほとんど死んでます。今回の第一次十字軍の、このね、主要メンバー。まあ、ここに出てる、 三人プラス、一、二、三、四人ですね。なので、七人がメインの登場人物になります。まず、この三るっていう人ですね。三る。50代半ばのもうおじいちゃんですよね。おじいちゃん。でね、結構領地も大きくて、兵数が多いんですけど、不人気っていうね。<laughs> 能力あるけど、ちょっと人気がないっていうような感じの人ですね。まあ、ちょっと頑固やじみたいな感じです。なかなかね、下の言うことあんま聞かないみたいな。 ただまあ、えー、結構、兵数多くて、領地はでっかかったんで、これにね、鳳凰代理の指揮アデマールくんがついていきます。鳳、ま、凰、あの代理という形でついていくんで、まあ、ちょっと、参じるも、おっ、鳳凰代理がうちに来るんだったら、まあ、わしが総大将かな、みたいな感じですね。総大将気取りです。で、二人目がね、ボエモンドですね。一応、この名前に関してなんですけど、あの、基本によっては、塩野七海先生のね、本、まあ、下の方に、あの本、 紹介の本書いてますけども下の方からホームページ見てください塩野菜々美さんの本に出てくる人名を元にしてましてこれあの要は発音によって名前変わるんですよ国によってなんであのフランス語読みだとこうみたいなねイタリア語読みだとこうみたいな感じでこう本によって結構名前の読み方が変わってたりするんで一応この塩野菜々美先生はその国ごとの読み方にしてるらしいですねで一応これはボエモンドですね ボイ40代後半、ソマリアメアリマリーみたいな、カール大帝もね、フランス読みだとシャルルみたいな、そんな感じですよ。で40代後半、まあ、油を乗り切った男ですねで、利己主義、この人はですね、もう巡礼じゃーみたいな,な、キリスト教徒やーみたいな感じよりは、領地取ったろみたいな、<laughs> お、領地取れんじゃねみたいな感じの人ですね。で一応、兵数はそんなになかったんですが、精鋭揃いだったわけですね。まあ、戦いを繰り返していたんで。 で、このボエモンドについてきたのが、おいっ子のタンクレディですね。タンクレディはもう20代前半ぐらいの若者ですね。若造。ただ精鋭揃いなんで、もう、信長の馬回り衆みたいなのをイメージしてください。タンクレディね。勢いがあるっていう、ね、自分で勝手に行動して判断、判断能力もあるみたいな。おいなのにレディ。これね、あの、タン、本によってはタンクレードとか書いてあります。英語読みだとタンクレードかな。でえー、おそらく、イタリア語読みだとタンクレディになるのかな。 ンクレディなのであの、まあ、レディーっていうからね女の子っぽいかなと思ってくるあのイメージ義経みたいな感じです <laughs> 若くてめちゃくちゃあの戦略の才があって少ないペースでねこっからまあ活躍を述べていきますけどもバッタバッタね切り倒していくような男なんですよただ何かうまいこと使われちゃうみたいなちょっと義経みたいな感じですねイメージで3人目護ドフロアですね30代半ばこれも油を乗り切ったねおじさんですね で、ゴルフロアはなんか冷静沈着な感じ。つまり領土欲もあるわけじゃないし。うん。なんか状況にちゃんと対応していくような感じですね。で、装備をしっかり整えた。まあ、兵数は、えー、30ほどは多くなかったんですが、装備をね、重装備をしっかり整えていくと。いったような感じですね。あ、ボエボンドちょっと頼朝っぽいけど、だこの頃の、あの、諸行は結構ね、前線に、みんな前線で戦うんですよ。<laughs> みんな前線で戦うんで、 なんかよりとも感はあんまないよね。こう、後ろで控えてるような感じはあんましないですよね。で、ゴドフラワーが連れて行ったのは弟のボードワンと、いとこのボードワンですね。これ、ややこしい <laughs>。これは非常にややこしいですね。ボードワンボードワンですね。主にメインで出てくるのは弟のボードワン。弟のボードワンがめちゃくちゃ優秀なんですよ。で、まぁ、あ、ついでについてきたいとこのボードワンも後にちょっと重要な役割になります。ってなところですね。 ボード1とボード2じゃないんだよなボード11とボード12なんだよなちょっとめんどくさいですけどもさこのね1234567人がねメインになりますで一応他にもねノルマンディー校とかブロワ博とかねフランドル博とか、まあ、その辺のね漁師たちが、まあ、ついていきますがまあ兵数が少なめであったりとかあとフランス王のね弟の遊具ってやつがついていくんですけどまあまあなんかそんなにパッとしないみたいな感じですね 一応年代記とかでは10万の大軍っていうことらしいんですけどもまあまあよくて5万ぐらいじゃないのかなとよくて5万ぐらいじゃないのかなっていうふうに言われてるみたいですねだ皆さんまあいろいろね各自ねまあ結局これあの大名なんでみんな仲悪いんですよなんでおのね好きなように進んでいくわけですけど一応とりあえずコンスタンティノープルで1回集合しましょうっていうことでこのビザンツの首都ここで1回集合しますコンスタンティノープルね でこの時のビザンツの皇帝がアレクシオスって言うんですけどあのアレクシオスはですね一応法王に対してちょっと助けてくださいよみたいなイスラムがすぐ首都のすぐそこまで来てます助けてくださいって言ってたんですけどあ,のあわよくば十字軍を使って自分の領土を回復してやろうと思っててもともとビザンツはここまでね治めてたわけですからここはもともとはうちの年じゃいっつってね十字軍をもうあごで使ってやって乗っ取ってやろうみたいなあわよくばみたいな感じで思ってたわけですね なので到、到着した諸行に対して、あの、わしに忠誠を誓えみたいなことを言ってね、嫌われるっていうエピソードもあります。ただ嫌われるというね。そんなわけで無事に、コンスタンティノプルを出発しまして、上杉ますみたいなやつですね。このニケイアですね。ニケイア公撃で有名な。まずこのニケイアを攻略します。で、まあ、ここでまず嫌われるんですけど、ニケイアでね、囲むわけですよ。 ーつってね、ちなみにこの時のねあのニケアを守ってたイスラム側の武将がですねあのー、アルスランっていうですアルスラン <laughs> 名前かっこいいっていうねでニケアを囲んで,で援軍がワッと来るんですけどその援軍もねバーンとねあの勝ちましてでニケアを囲んでもう落ちるなもう落ちるぞっていうところで、えー、勝手にですねこのビザンツの皇帝がですね こうニケアに人を送り込みまして勝手に降伏させて勝手にビザンツの旗立てるんですよでもうブチギレですよね周りの諸行ブチギレでも皇帝もうビザンツの信用はここでガタ落ちとまあでこの後もねどん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 攻めていくわけですけど第1次十字軍はどん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 ねあのコンスタンティあのビザンツのね皇帝が乗っ取っていきますまあでも、うん、後ろはまあ兵士を置いていくわけにもいかないしみたいな感じでこの辺はちょっとね ビザンツが勝手にこう給料回復していくわけですねどんどん、まあ、ビザンツはねこっから結構まだ長生きしますからね意外とで一応ね 2K は落としましてでただこっちの情報知らないんですよねこの諸侯こっちの情報にチリに暗いんでこのビザンツの案内人がついてねじゃあ次こっち行きましょうつって案内人についていく形になるんですよね だから,、まあ、だからまあ逆にしょうがないかなみたいな感じになりますどん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 奥に進んでいって次はこのドリレウムですねドリレウムここでもう一大海戦みたいなのが起きます 2K 落とされたんでイスラム側もトルコ側もですね黙っちゃおねんということでここで待ち伏せするわけですねドリレウムここでかなりでかい海戦が起きますねドリレウムの戦いで結構イスラム側も総力を集めてたみたいでこの辺一帯のね 総力を集めてわっとね迎撃したみたいでで結構十字軍側が不利だったんですけど兵数的にも待ち伏せだったわけですねただあのー、十字軍が重武装だったわけですねあのー、なんて言うんでしょうねこうかフ,ルフルフェイスみたいな <laughs> よくあの中世の騎士イメージったら分かると思うんですけど重装騎士だったわけでそれ初めて見たんですねなんだあのメカみたいなやつらはっていうのでそのいつの間結構ね弓を 打って弓矢をバーっと遠くから大量に撃ってでそこに桐生が突撃するみたいな感じだったんですけどまあ弓矢がまず効かないとカチンカチンとはじかれてしまうっていうのでまあ動きは遅いんですけどまあ非常に防御力が高いっていう重装歩兵に重装騎士にまあやられてしまうっていうわけですねでまあ十字軍第一十字軍は結構ここから勝つんですけどまあ割と不意打ちだったっていうのもあるって 不意打ちこっちのイスラム側もねイスラム側も戦国時代やったんですよねこいつらもこの領地同士で結構争っててだ敵の敵は味方みたいな感じで十字軍に味方するやつとかも出てくるわけですよねあそこの領地欲しいなみたいな十字軍があそこ攻めるらしいっすよっつったら十字軍とじゃあ手組んじゃおうかなみたいなやつも出てくるぐらいなんでぐっちゃぐちゃだったんですこっちもこっちも戦国時代だったんでそこの今日疲れたみたいな感じですねだからなかなかこっちも統一できなかったと この頃まだね、ガンの方の銃はありませんのでね。で、一応この時ドリレウの戦いで活躍したのがまさかのあの死去アデマールなんですけど、サンジルと一緒に行動していた死去アデマールがですね、この頃なぜか死去もね、戦うんですけど、僧兵みたいな感じで、ね、戦うんですけど、一応サンジルと別行動でね、兵を率いてアデマールもね、行ってたんですよ。で、この辺の中山をね、ちょっと外れたところを歩いてたら、 なんかたまたま敵の、たまたまどか戦略的になんかわかんないですけど、山の上からね、降りてきたら、あれ敵の後ろ取っちゃったっつってね、アデマールが敵の後ろを取ってしまい、なんとね、包囲殲滅戦の形になってしまってね、まさかのアデマールが大活躍という回になりますね。<laughs> 戦う主教ですね。このドリレーム倒して、突破して、まあ敵は結構総力戦だったので、 敗れてしまったがゆえにちょっとこれ勝てないぞっていうのでここからもうゲリラ戦法になっていきますこう全力で回戦をするとかじゃなくてちょくちょく山とかから出てきてねゲリラ戦法を繰り広げていく形になりますそんなわけでここ、えー、まず目指したのはこのアンティオキアってとこですねこのアンティオキア、まあ、ここにこう行くわけですけどさっきのビザンツの道案内人に聞くとですねいやちょっと山危険ですここタウルス山脈っていうねあの山があるんですよここに 山はゲリラがいっぱいいるから危険ですよ、つって。こう、こっち内陸の方行きましょうよ、つってね。内陸を進ませるわけですね。で、まあ、これはそのビザンツの <laughs>、息がかかった道案内人で、ビザンツ側としてはもうここの辺全部欲しいから、とりあえず敵がいる方いる方にね、実は誘導していた、いたっていうね。もうドリレーも待ち伏せされてたし、なんならこっち全部待ち伏せされてるみたいな <laughs>。ど,どんどん敵がいる方いる方へ案内していってたっていうね。 そりゃそうだよなって話なんですけどね。まあ、ちょっとまんまと乗せられてしまったわけですね、十字軍。その中で二人ですね。いや、それちょっと違うんじゃないですか、みたいな。<laughs> ちょっと、こっち、山越えて、こっち、海沿いに出た方がいいんじゃないですかね。って言った二人がいるんですよね。それが、ボヘモンドの老いのタンクレディと、ゴドフロアの弟のボードワン。この若手二人ですね。今まだ20代の二人。この二人が、僕に兵士貸してくださいよ、つって。こっちの山越えてやりますよ、つってね。二人が言い出すわけですね。 おじゃあ行ってこいっつってねこの2人に渡したところをこ海沿いの都市をねやすやすとね制圧しますで海沿いが何で大事かっていうとこの地中海はね結構あのヨーロッパ世界のね聖火権は取れてるんですイタリア商人がめっちゃ活躍してたんで聖火権は割と十字軍側にあったんでこ海からの補給ができるようになるっていうので戦略上かなり大事だったんですけどこの若いタンクレディとボードワンがそれを果たして分かっていたのかは分かりませんが ここをちゃんと押さえるわけですね。で、ここはしっかり十字軍領土として取るわけですね。そのビサンツが入ってこないように。ちゃんと自分たちの旗を立てて、十字軍領土を作ると。というわけで、ちょっとこの辺からね、タンクレディと弟のボートァンがね、輝き出しますね。かなり戦略上重要なことをやってるのがこの二人になります。でですね。 アレクサンダーの話とかいやこの2人がどれだけその戦略の勉強していたのかは謎でっていうのをこれ四男坊とか <laughs> まあタンクレディはね前線で結構頑張ってた戦ってたやつなんですけど弟のボードワンとかは四男坊とかなんでこの頃の四男坊って、まあ、日本の、ね、戦国大名も同じですけど四男坊とかもう、ね、控えの控えの控えぐらいなんでもう層になるか,なんか部屋済みって言ってねあのニートになるかしかなかったんですよ。 そんなね、あの腐った、まあニートですね。弟のボールワンに関しては。別に特になんもしないし、みたいな <laughs>。ニートがですね、まさかの大活躍をし始めるってことなんですよ。で、さらにそのニートだった弟のボードワンがですね、こう <laughs>、このエレッサっていうところの領主からですね、ちょっと助けてくれ、みたいな。あの、十字軍来たぞっていうので、ちょっとうちのね、助けてもらっていいですか、みたいな感じでね。この間もなんかあの戦国時代みたいな感じでみんな、あの、戦ってるんで、 ちょうち来てもらえませんかねみたいなボードワンにねあのなんか知り合いを通じてこうねあの助け舟が来るわけです助けてくださいみたいな来るわけですよで弟のボードワンが行っていいですかっつってもうやる気に満ち溢れてるからニートなの,のにあの活躍できるから活躍の場を与えられたからさじゃあ行ってこいっていうので弟のボードワンエデッサに行きますそこでなんとですねあのボードワンを気に入りましてエデッサの領主が あちょっうちに養子に来ないかっつってね養子縁組をしましてで都合のいいことにですね養子縁組が終わった後にねそのエデッサの漁師が死にますなんと都合のいいタイミングで死ぬんですけど <laughs> これ暗殺かみたいな話もあるんですけどもともとなんかエデッサの漁師が殺される計画はあったみたいでそれを弟のボードワンはあえて見殺しにしたみたいな話があるみたいですね まあ、なんだって、なんかね、異世界に <laughs> 降り立ったナロー小説みたいな感じで、まさかのね、部屋済みのね、ニートだった四男坊が、これ、領地をゲットし,し,してしまうわけですね。で、これでまさかのエレッサ博に、クラスチェンジします。弟のボードワン。エレッサ博ボードワンになりますね。で、しかも戦もなぜか上手くて、なぜかっていうのはわかんないけど、このエレッサの周りをね、どん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 攻め取っていくわけですよ。領地を。 ちょっとね、住民も、あれ、外から来たやつがだから大丈夫かなって思ってたやつも、なんかこの、なんか領主よくねみたいな。すげえ戦勝つじゃんつってね。で、どんどん領地広げるもんだから、民衆からも人気を得ちゃって、まさかの弟大出世、このエレッサをね、しっかり固めることになりますね。で、ここは非常に戦略上重要な位置でして、アレッポってとこ、これイスラムのね、結構前線基地なんですよ。で、今、この十字軍が目指しているこのアンティオキアっていうね、ところなんですけど、まさにここのね、 あのー、何、共闘歩というか、まあ、前線基地がエレッサになるわけですね。アンティオキアの防御壁みたいな、最終防衛ラインみたいな感じですよ。戦略上、かなり重要な位置になっていたと。アレッポ、シリアか。なんで、こう、敵のね、アレッポで、ここになんかこう、ね、首元に刺さったナイフみたいな、こう突きつけたナイフみたいな感じのエレッサですね。アレッポは今でもなんか大きい町みたいですよ。アンティオキアとかはちょっと多分廃れちゃってると思うけど。 IS で出てくるのか。多分今も大きい街だと思います。で、アンティオキアは昔、人だったんですよ。あの、セレウコス町シリアの時に、えー、アレクサンダーが、こう、えー、インドまで遠征して、その後、えー、後継者を鬼滅に死んじゃって、で、まあ、いっぱいこう、別れたわけですよね。その時セレウコスってやつが作った、セレウコスシリアの都がアンティオキアだったと。で、かつての人だったんですけど、 今ちょっと廃れた、捨たれてれたんですが、でも城壁とか残ってるんで、まあ、戦略上重要だなっていうことで、一応十字軍はとりあえずここを目指します、アンティウキアそう。ディアードコイのあたりですね。まあ、その辺はちょっと割愛します。ちょっとできるだけ余計な情報をちょっとカットしてきますね。話してるとこ終わんないで。一応第8時十字軍まであるんですが、おいおい大丈夫か、第1時十字軍で45分使って大丈夫かって思ってるかもしれませんが、大丈夫です。最後さらっといきますんで、第3時ぐらいまで、 第3時4時ぐらいまでが面白いんですけど、5678はもうほぼ、ほぼ言うことないんで、さらっと終わりますんで <laughs>。アレッポで廃墟なんだ。一応 Google マップで見たら、結構デカデカとアレッポって書いてあったから、どうなんだろうと思って。アンティオキアよりでっかっ書いてあった、アレッポが。ダマスカスと同じフォントで書いてあったからさ、Google マップで。<laughs> あ、ダマスカスぐらい大きいのかなと思って。まあ、みんなも Google マップで見てみてください。面白いですよ。途中て、くってるだけなんでね。しいよいよこの、 アアンティオキアにね到着すするわけです、ねまあ、離れていた、えー、タンクレディーも合流して、まあ、サンジルとボエモンドとゴドフロアこの3人でねアンティオキアを落とそうっていうふうになるわけですねでアンティオキアを囲むわけですけどもやっぱり壮大な城壁がね作られていましたんでまあ、なかなか落ちないなとでしかもみんな好き勝手やるわけこ,のこいつらみんな仲悪いからサンジルもボエモンドもゴドフロアも仲が悪いからおのおの勝手にねじゃあ俺この城門に着くわみたいな じゃあ俺こっちの縄文に行くわ、みたいな。もう統率感は何もないのよ。あ、ベイルートあったあった。書いてないだけ。ベイルートはあります。だ今回出てこないです。しかも食料不足になっちゃうと。まあ平坦はもうゼロなんで。一応ね、この、えー、タンクレディが抑えたこの海沿,海沿いの都市から、まあ一応ね、こう、持ってこれるのは持ってこれるんだけど、そんなにいっぱい来るわけじゃないし。食料不足に陥ってしまうわけですよ。アンティーケの攻略戦で,で。どうしたもんかなーってなった時に、 あの活躍したのがこのボエーモンドですね真ん中のボエーモンドボエモンドがですねあのあ一応その前にですねあのアンティオキア囲まれたぞってなった時に、えー、結構本気のね本気の援軍が来るんですよ一回アンティオキア守られてて、ね、本気のうわーっと援軍が来るんですけど一応エレッサで釘付けになりましてあの関ヶ原の戦いの秀忠みたいな <laughs> あの上田城でくぎづけにされた秀忠みたいな感じで結構大軍がわっとアンティオキに押し寄せてくるんですけどこれエレスタでちょっかいらっしちゃってでここでね時間稼ぎされてしまったがゆえにアンティオキが落ちることになってしまうわけですねそのアンティオキはどうやって落とし,か落としたかっていうとちょボエモンドがですねあの内容工作をしまして旧元キリスト教徒のね元キリスト教徒のあのー、兵士が中にいてそいつ内通して ちょっとあの、城壁にはしごを下ろしてくれよっつってね、あの夜ね、城壁からはしごを下ろさせて、そっから登っていってですね、中の門を開けて、いつものやつですよ <laughs>、中から門を開けて、真田原大阪城な、あの、関ヶ原の戦いの時にさ、あれじゃん、徳川秀忠が,秀田がだからさ、本軍を率いてさ、大軍勢を率いてね、登っていこうとした途中のね、真田家のところでね、ちょっかい出されて、 結局、関ヶ原に間に合わなかったって話があったじゃないですか。まさ、あ、にあんな感じで。安定期けに間に合わなかったですね、援軍は。防衛モードの内容工作によって、え城門が開き、わーっと全員が入っていってですね、えー、殺戮の嵐ですよ。そ上田城ね。まあ、あの、安心して虐殺したっていう <laughs>。イスラム教徒しかいないから、異教徒しかいないから、安心して虐殺できたって話ですけどね。 とにかく,殺しまくったとあのまあ一応時代が違うんでねあのえー、ひどいことするねっていう話になってきますけどもまあこの当時キリスト教世界キリスト界ではですね異教徒を殺すイコールキリストが喜ぶってことなんでえー、もう信仰のためにねもう喜んで殺しまくったわけですね <laughs> じゃ多く殺したほど神の国に近づけると信仰のためになるというね安心して虐殺できるということですね というわけでアンティオキアがついに落ちるわけですねでボエモンドが活躍しましたよね内容工作でじゃあボエモンドがボエモンドはね領地が欲しいんですよあのー、広い領地が欲しいと思って十字軍に参加してるんでアンティオキアは俺が落としたとここは俺の土地にしたいって言うんですよねさサンジルがですね仲悪いんですよボエモンドといや許さんっつって確かにお前がおあの功労者かもしれないけどもでも落とした町はさ ビザンス帝国のものにするって、コンスタンティノープル出発するときに約束したやん、一応、みたいな。一応、名目上約束だけしてるんですよ。あの、実際のね、効力はないけども。で、そういうなんか、いろいろね、ダダをこねて、サンジルが。で、あら、こでやってね、ここでちょっと時間くるんですよ。で、あの、ゴドフロアはね、なんか、そういうの興味ないから、どっちにもつかないみたいな。ゴドフロアは生還してるだけ。興味ないみたいなね。早く行こうや、みたいな。 ボエモンドがここは俺の土地だっつってサンジルはいやいや違う違うみたいなねビザンツはほっといてるんですけどサンジルはボエモンドにあげたくないからビザンツを持ち出してきたみたいな感じですねで一応このエレスタに食い付けにされていた、えー、援軍がね遅れて到着するんですが今度はまた籠城戦になるわけですよアンティオキアの籠城戦 って牢上するんですけど、この時ね、あの、アンティオキアの中にね、教会があるんですよ、真ん中の。教会がありまして、なんとね、聖なる槍、あの、ロンギヌスの槍がね、出土したぞ、つって。こう、これぞ聖なる槍、つってね、まさかの、ロンギヌスの槍がこれ発掘されるんですよ、アンティオキアで。こっから、ま、この頃からね、生物がもう、ヨーロッパで流行ってまして、あの、生物ビジネスみたいなのも起きるぐらいで、 あの、本当かってもそれは嘘に決まってるわけじゃん。そんなもん。なぜだな、この後ね、一応サンジルがね、それを持って帰るんですけど、この時見つかったロンギヌスのやり、なぜかね、帰国後4つに増えるっていうね。<laughs> どこでもここでもこれが聖なるやりです、みたいな。あれ4つ、よく数えたら4つあるね、みたいなね。感じになっていきますね。生物なんていうのはまあ、本当な、本当のものっていうのは1個ないと思うんですけど、生物ブームが起きるんです。それもさっきのね、そのカトリックのやり方で、 やっぱこの偶像崇覇が好きだから、ゲルマン人たちが、これがキリストの歯ですとかね、言っちゃうと、おーありがとうってってね、で、あの教会を調子に乗っちゃって、これを見るだけで病が治りますみたいなことを言うわけよ。そんなわけないんだけど、キリスト教ってそういう宗教じゃないんだけど、なんと、このキリストの指,指の骨を見るだけで病気が治りますみたいな。で、教会に人を集めようとするんだよね。まあ、生物ブームっていうので、イタリア人も喜んでね、あの生物をどんどん売っていくっていうビジネスが始まるわけですね。 っていうのが安定を受けで見つかるみたいな、珍事も起きますけどね。まあ結果、イスラム側に今度はまた囲まれている王女戦になるんですが、今回、ボエモンドがね、また、あの、活躍しまして、ボエモンドすごい策略に長けてるんでしょうね。あの、敵のね、本人に、あの、お使いを送るんですよ。死者を出して、で、あの、内容は、あの、あのキリスト教に回収しろみたいなね、無茶を言うんですけど、その死者が本人でね、 その周りの情勢を聞き取って、あ、実はイスラム側は結束できてないな、みたいな。だから漁師たちも、おい、ちょっと帰ろうぜ、みたいな。<laughs> ちょっと疲れてきてるみたいなね。で敵側もちょっと、あの、戦国武将たちが集まってるような感じなんで、結束していないと。で、離反を恐れて、これはもう決戦に挑んでくるだろうっていうのをボイモンド読みまして、えー、まさに決戦に打って出るわけですね。まあ、そこでね、諸子が、 まあ自由に戦ったのが良かったのか、結構ね、このサンジルとボエモンドとゴドフロは、まあ、なんか性格はさておき、あの軍事的な才能は結構あったみたいで、まあ、もちろん戦国武将みたいなもんなんでね、あの軍事の才能は結構高くてですね、それぞれ敵と、適当にとかバラバラに戦った割には、え勝ってしまうと。というわけで無事アンティウキアをね、収めることになりました。 で、ここであの、アデマールちゃんがね、死んでしまいまして、疫病ですね。あの、王代理の死去アデマールちゃんが、疫病で死んじゃいまして、ちょっとサンジルもね、あの今までなんかでけえ顔してましたけど、あの、うちは司教が来てるんや、みたいなね、でかい顔してたんですが、ちょっとサンジルの発言力が弱まってくると。で、そんな中ね、まさかの一食い事件っていうのが起きまして、一食い事件っていうのが起きましてですね、サンジルがね、まあ、このアンティオ家の周りみんながこう、 アンティオキの周りをかくあの町を落としていくわけですよね。で、サンジルが落とした町の中で、なんと、あの兵士がお腹空かせちゃってですね、あの人肉食べちゃったんですよね。<laughs> サンジルはね、結構、なんでしょう、その兵士の方はあんま見てなかったのかな、うん、平坦のことあんま考えてなかったのか、ちょっと、兵士が飢えちゃいまして、守備に置いていた兵士がね、人肉食べちゃったよ、つって。 これ、キリスト教徒としてはやばいだろうっていうので、事件になりまして、サンジルもね、その街に行ってですね、もう街を燃やし尽くしてですね、証拠隠滅じゃないですけども、いまわしいって思ったんでしょうね。街を全部燃やして、もうそのまんまね、アンティオキアから出て行ってね、その町燃やして、もう、もう俺勝手に行こうっつって、アンティオキアがね、一応ね、のこの冬を越えてから、春ぐらいに行こうねって決めてたんですよ。サンジルがその人肉事件でね、街を燃やしちゃっても失意のうちに、 勝手に行こうっつって勝手に南下し始めます春を待たずにねでそれであの諸侯もねあ勝手に出だしたぞっつって追いかける追いかけるっていうので追いかけていくわけですねで結局もうなし崩し的にアンティオキアはボエモンドが治めることになりました、まあ、そんなわけで、まあ、ずっと下っていきまして、えー、この辺のね開港都市、まあ、この辺もねなんかこう平和的になんとか通り抜けましてですねお金払わせろみたいなね お金を献上させたりして、無事に通り過ぎまして、ここ、ついにエルサレムですよ。割とすんなりですね、アンテオキアで結構対象していたんで、この辺はもう割とね、スムーズに進んでいきます。で、じゃあここ、敵の首都ダマスカスあるんですけど、こんな近いのって思うんですけどね、ここにあのヨルダン川って川がね、このウニョットなんかね、これ髪の毛じゃないですよ。ウニョットになってる、ここヨルダン川なんですけど、ここがですね、山になってまして、一応ダマスカスあとこっちはね、こう、隔絶されてるみたいな、海沿いと。 ダマスカスカここ一応区切れてるみたいな感じなんですねでこっちが海側を通ってエルサレムに着きますね何ヶ月くらいかな一応アンティオキア収めてから2年後にエルサレムに到着してますね年表の方をご覧くださいね年表の方1099年にねエルサレム攻略戦が始まりますでエルサレムはですね あのーまあ、かつての五賢帝の、ね、ローマ帝国のハドリアヌス帝が作った城壁が残っていて、まあ、かなり硬いとのでこれもまたね、あのー、城壁を囲むわけですね、まあ、ゆっくりまあそうですね一応アンティオキアの周りをこう、えー、制圧しつつ、まあ、こっちで進軍してる時にも、えー、この辺をねいろいろ、えー、交渉したりとか武力偵察したりとかして 進んんででおりますんでで一応アンテウキは囲んでるのもなんか1年ぐらい囲んでたんじゃないかな、えー、1997年から1998年までアンテ安をあの包囲していてここで1年消費してますねでその次の年エルサレム行ってますんで、まあ、なんだかんだ言ってやっぱ包囲戦であの西洋の中城って結構ね街を全部取り囲む大規模なものなんでねかなり時間かかるんですよね城攻めってという感じでエルサレムに着きますねいよいよ 牢線長いんですよね。でエルサレムも結構囲みますじっくりとねここもまあ大変なんですねまさにハドリアヌス邸っていったらあのまさにテルマエロマイの時代ですよねちょうどでエルサレムでですね、えー、一応工場用の塔を建ててでそれでじっくり囲んでいくわけですね。 で、一応、あの、工場の塔なんだろうな、あの、まあ、後にちょっと話すんですけど、えー、キングダム・オブ・ヘブンっていう映画があって、それ見てもらったらわかりやすいんですけど、あの、塔を組むんですよ <laughs>、まあ。キングダムのところで出てくるかな。あの、兵士が登るような、で、あの、城壁にバタンって下ろして、そこからわーって攻め込むみたいな、あの塔ですね。あの塔を、 まあ木材をね、この辺であの伐採しに行ったりして作ってようやくエルサレム落とすというようなところですね。運転っていうのかな、まあ、よくあるじゃん。あのなんか、ね、<laughs> 四角い、四角い塔あるじゃん。中をこう登っていって、わあってそこから降りていくみたいな。まあ、映画をご覧いただいた方が早いかと思います。で、この頃ね、あのー、先ほど、 第一次十字軍を行けと言ったウルヴァン二世がねはしご四角く組んだやつかなそれがよくわかんない運転ってやつかなえーなんとウルヴァン二世ねえ亡くなりますセイランあそうセイランセイランセイランかなセイランだと三国志とかでも出てくるんじゃないセイランとかだったらねえウルヴァン二世はエルサレム落ちたぞっていう報告を聞く前に亡くなってしまいますね セイランはその感じじゃなかったんじゃないかな中国だとセ,セイランとか言ってるよね確かねさてさてさて、まあ、エルサレム無事に落ちるんですけどえー、セイラン上からヤホーいるやつまあでもそういうなんか高移動できる高台でその高台からバタンってこう下ろしてそこからわーって乗り込んでいくみたいな感じです あれ移動櫓みたいな感じ移動櫓みたいな感じっす <laughs> ああいうのああいうの登っていってそこからわーって飛び,飛び移っていくような感じですねあれだねあのロード・オブ・ザ・リングとかでもあったよね大奥側が使ってたのかなそしてエルサレムですよでここでね、えー えー、ボエモンドはね、アンティオキアにいますよね。で、ゴドフラーの弟のボードアンはエルサにいます。なんで、なんか結構こう、兵士を置いていくような感じなんですよね。指導,指導者も兵士も置いていくような感じで。で、だんだん少なくなりつつもエルサレムを落とすんですよ。で、ここで参戦した,ったのはサンジルとゴドフロアですが、じゃあどっちがね、サンジルがエルサレムのね、指導者になるのか、ゴドフロアがなるのかと。でもサンジルは散々ね、やっちゃってますから、 サンジルはわしが当然なるじゃろうなとか思ってたんですけど周りの人がみんなゴドフロアさんお願いしますってねスッとねゴドフロアになります <laughs> ゴドフロアさんお願いしますってなるわけですねエルサレムの統治はねまあそれはそうだろうなって話ですけどサンジルはそれでもがっかりしちゃってねもうわしは戦わんみたいな感じでエルサレムをひっそりと後にしていきますあのコンスタンティノブで帰って療養します <laughs> サンジルはでエルサレムはゴドフロアが治めることになりました で一応ですね、あの王様に、ね、なるのかなって話なんですが、エルサレムの王に、ね、なるのかなって話なんですが、ちょっと周りの,あの司教とかがね、あのちょっといやここはあの宗教都市、生徒であって、王様が訓練するのはおかしくないですかみたいなことを言い出して、でゴルフランーも別にそういうの興味ないから、あいいっす、いいっす、別に王様じゃなくていいですつって。で私はあの あれになりますって、あの、キリストの墓書の森人になりますっていう <laughs>、謎の、謎の役職ができます。王じゃないんだけど、指導者だから、なんて名乗りますって言って、王って名乗るとちょっと角が立つんですよねつって、じゃキリストの墓書の森人でお願いしますみたいな <laughs>、新たな役職が生まれますね。一応、ユダヤ教徒もイスラム教徒も、キリスト教徒もエルサレムには共存しています。あの、 イスラム教徒は本当に寛容でね、あの税金を払えば、異教徒でも住んでいいよって話なんですよ。ジズヤっていうんですけど、これ世界史で出ますよね、世界史の教科書で。ジズヤっていう、あの税金さえ払えば、何教でも OK ですっていうねで。イスラム教徒はちょっと優遇します。イスラム教徒はその税払わなくていいですけど、ユダヤ教、キリスト教徒はジズヤ払ってくださいみたいな感じなんですよね。なんで、ユダヤ教も全然普通に生活はしていました。ただ、エルサレムももちろん虐殺ですね。<laughs> ただ、もう異教徒な、ユダヤ教も別に異教徒なんで。 あの安心して虐殺しましたエルサレム血で染まったわけですねそうイスラムはね寛容だったんですがこの頃からちょっとずつ変わっていきますね考え方がこの頃からねでさっきのあの何、ー、でしたっけロンギヌスのやじゃないですけどエルサレムでもちょっと生物みたいなのが見つかって真なる十字架っていうねキリストがまさに かけられた十字架が発見されるんですよ。そんなわけある。<laughs> 千年前にキリストが実際にかけられた十字架が見つかるみたいなで。聖墳墓教会って言って、キリストがここで死にましたね。キリストが死んだところに作った教会っていうのがあるんですけど、そこでですね、なんとキリストが実際にかけられた十字架が見つかるっていう。おー、すげえの見つけたっつって。<laughs> みんな震えて、キリストがかけられた十字架やっつってね。木の十字架ですよ。千年前の。 で今後ね、その十字軍は、何か大事な戦があるときは、それをね、あの、押し出していくわけですよ。あの、映画のね、あの、キングダム・オブ・ヘブン、マジで見てほしいんですけど、めちゃくちゃ金ぴかにね、装飾された十字架が出てくるんですよ。ビッカビカに装飾された十字架が。あれがこれです。真なる十字架。マジでキングダム・オブ・ヘブン見てほしい。<laughs> ビカビカの十字架出てきますからね。これがキリスト教徒。まあ、面白いところですよね。 でもそんなわけでですね、あのーまあ、どん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 人数が減っちゃって、まあ、守備の兵士もね、道中置いていくわけですよ。で指導者もね、こっちにボエモンド、で、こっちに弟のボードワンつってね。で、サンジル帰っちゃうし。で、エルサレムはゴドフラート、ねえー、老いのボエモンドのおいのタンクレディ。で、頑張るしかないってなるわけですね。ただもう兵士が少ないと。で、イスラム教徒みんな殺しちゃったから人口もなんか少ない。 全員殺しちゃったからもう連れてきた人しかいないわけじゃん人が少ない問題がねずっと付きまとうわけですねでそんな中頑張ったのがこのタンクレディですよタンクレディボエモンドのおいのタンクレディですが一応あのボエモンドはねちゃんとエルサレム攻略戦に自分は参加できないけどその名代としてねおいっ子のタンクレディ行かせますよっつってねタンクレディはこっちのエルサレムに来てたわけですね そのタンクリーリーがなんとですね、たった24基でですね、24基を率いて、この辺のね、このヨルダン川沿いの地方をね、全部制圧するんですよ。本当、義経みたいなことをするんですけど、これも全然普通にイスラム教徒の土地なんですよ、この辺も全然。しかも首都ダマスカスも目と鼻の先のエリアなんですけど、これを24基でなんと、ど,どんどん制圧していくってね、ことをやってのけるわけですね。これはすごい。 不良の喧嘩レベルだよな。まあ、24期プラスのね、馬蹄とかなんか、月、お月の人とかもいるんですけど、それでもなんか数百人ぐらい。で、これをわーっと制圧してしまうと。幸 <laughs> 福とかみたいだけど。まあ、でもやり口はなんか吉瀬みたいなことをやっていて、吉瀬があの、ヤシマを攻略した時に結構暴略を使うんですよね。 河野家がこうワッと攻めてきた時に、いやもうお前の弟倒したからみたいな、なんか嘘ついて、あ、じゃあ私も従いますみたいな、嘘をついて従わせるみたいなことをやるんだけど、そういうことをやります。<laughs> セコイっちゃセコイんですけど、なんかその情報処理能力が高くて、情報をうまく使うみたいなね、感じでやっていきますね。セコイというよりは軍略でしょうね。 半兵衛の稲葉山乗っ取りっぽいのはまた後に出てきますなんかそれっぽい事件がでですね、えー、そんな中ですねあのエルサレムの大主教大主教っていうのがねあの君臨しますまあローマ法王の息のかかったね大主教さんがまあ実際エルサレムをねあの私が治めようみたいなね王はいないからみたいな感じなんですけど大主教がですねちょっと調子乗り出すんですよ 大主教ね。大主教。エルサレム大主教がちょっと調子乗り出して、ダビデの塔っていうのがあるんですけど、大きい塔がね、あそこをちょっと教会の領地にしてくれませんみたいな、ゴドフロアに言うわけですね。で、ゴドフロアもなんかちょっと断りづらくて、偉いから、法王の、なんか法王にちくられたら困るし、んじゃあ僕が死んだらいいっすよ、つってね、答えちゃったんですよね。翌年ね、ゴドフロア死にます。<laughs> 大主教大喜びね。 あゴルフロア本当に死んだっつって。<laughs> 神のご加護じゃみたいなね。そういうこと言っちゃうんですよね。で、俺が死んだらいいよって言ったらね、翌年死んじゃうんすよ、ゴルフロアが。大変なんですよ、もう人がいないから、何せ。指導者がいなくなっちゃうからで。そんな中ね、うわ、どうしよう、次の指導者どうしようって言ってる間に、こっちらアンティオキの漁師だったボエモンドがですね、なんと捕まります。<laughs> なんかね、<laughs> この時代やたらね、捕虜になるの。あの、王様レベルのやつが。 っていうのも前線で戦うのよね、この時ってね。あの、王様とか漁師とかも、ガンガン前線でね、オラーっつってね、敵を殴りに行くんで、容易に捕まります、結構 <laughs>。<laughs> まさかのアンティオキア漁師の防衛門モンドがね、捕まってしまうと。お二人も指導者いなかったと、つって、こっち死んじゃったし、ゴドフロア。防衛ーモンド捕まっちゃったし、あ、どうしようってなるわけですね。サンジルはもう、こっち行っちゃってる。すねちゃってるから。サンジルも帰っちゃってるからね。 指導者誰もいないじゃんつってね3人で持ってた第1次十字軍のサンジルもボエモンドもゴドフラーもいなくなっちゃったつってどうしようどうしようってなってとりあえずエルサレムこちらゴドフラーの死後はゴドフラーの弟ね弟のボードワンを迎え入れようというわけでこのエレッサに行っていたエレッサを収めていた弟のボードワンですねいや普通にねあのアサシンが活躍しやすいとかじゃなくて普通に戦場で捕まんのボコボコにされて <laughs> 前線で戦ってるからさ前線でちょっとあれあ引くの遅くなったってなったらね僕を応援されて捕まっちゃうわけねでこのエレッサ漁師になっていた弟のボードアンが、えー、こっちに来てエルレサレムを治めることになりますそしたらこっちのエレッサどうすんのってなったらいとこのボードアンですね <laughs> 弟のボードアンの代わりにいとこのボードアンがエレッサを治めることになりますでただアンティオーキアも守んなきゃいけないしこっちボエモンドいなくなっちゃったから だからもうこの広い範囲をね、あの、ボードワン、弟のボードワンは頑張ってね、守らなきゃいけなくなるわけですね。いとこのボードワンはかなり影が薄いんですけど、じゃない方芸人みたいな感じ。じゃない方ボードワンなのよ。弟のボードワンがすごい活躍しすぎて、いとこのね、じゃない方のボードワンは、あの、本当にね、全然光が当たらなかったんですが、これようやく光が当たりましてね、エルサ領主になりますね。一応エルサレムでね、 あのボードワン弟のボードワンがエルサレムに入ってくるんですが今回はもうなんかキリストの母女の森人みたいなわけのわからない役職辞やめてもう王だっつってね大主教をこう押しのけてボードワンが王になりますなので弟のボードワンは即位しましてボードワン1世になりますね弟のボードワンからボードワン1世にエルサレムをボードワン1世にクラスチェンジします じゃあ、アンティオキアどうすんのっつって、あのタンクレディいましたね、この辺を収めた。タンクレディに行ってもらうわけですね、アンティオキアは。で一応、ボエモンドが帰ってきたら、また戻してあげてね、みたいな条件付きでアンティオキアに行きます。そう、兄貴をね、超えたんですよ。で弟のボード案がすごいところは、一応、兄貴がね、この辺のね、開港都市、この辺を抑えようとして、なかなか抑えられてなかった。ま,あ、まだ時間がなくて、1年で死んじゃったからね。 ゴロフロアはね1年で死んじゃったんでこれをなんとかこう手堅くしていこうっていうのでこのね勢力固めを着々と進めていきます弟のボード案これも優秀ですね弟のボード案はいとこのボード案はちょっとあの普通にエレス様も持ってますで実質支配をしていくわけですねでそんな中年表にですね1101年の十字軍っていう謎の十字軍があるんですけどもあれ第一次十字軍じゃないのっていう 第2次でも第1次でもない1101年の十字軍という謎の十字軍があるんですがあのヨーロッパにねこのエルサレムがあのキリスト教徒の元に落ちましたよっつってねエルサレム手に入りましたっていう知らせがようやく届くわけですねそれもう大熱狂よこっちうわっってヨーロッパではエルサレム取り戻したぞっつってみんな巡礼行こうぜっつってねみんなうわーっと一斉にねもう安心になったと思ってエルサレムが巡礼にね出発するわけですね で、一応、あの、兵士も、じゃあ、補充がいるだろうから、連れて行こうね、っていうことで、あの、兵士が出発するわけです、補充の兵士が。で、誰がこれ率いるってなった時に、あの、この辺でね、腐ってた三汁が、おわしがわしが、つってね、三汁が総大将になるわけですね。で、また、あの、兵士を、補給の兵士手に入れちゃったから、なんかしてやりたいと。なんかしてやりたいっていうので、とりあえず <laughs>、わしも訓を立てたいんじゃんつ、三汁。いいとこないから。なんかしてやりたいっ、つってね、こっちに、 あの、アンティオウキアの防衛モーが捕まってるじゃないですか。た多分この辺になんか捕まってんじゃないかっていう。結構遠くに連れ,さ連れて行かれてたから、こ防衛モー助けに行こうぜって。わあってこう内陸に入っちゃうの。内陸に入っちゃってトルコにボロ負けするっていう。<laughs> ボロクスに惨敗ですね。<laughs> トルコ側ももうあの十字軍見慣れちゃってるから。はいはい、重装機れでしょ。はいはい、あの、全身このチャキチャキのやつなっつって <laughs>。見慣れちゃってからボロ負けですね。 最初の頃めっちゃ破竹の余で勝っていったんですが、もう慣れちゃったから、イスラム側も。っていう、ただ単にボロ負けするという1101年の十字軍というね、のがありました。だサンジルはね、まあなんかその無能ではないんで有能なんだけど、ちょっとね、人格に難ありなんですよ。正確に難あり。じゃ一方その頃捕まっていたボエモンドはどうしたのかと。もう誰も助けに来ないわけですね、ボエモンド。で、逆にこのボエモンド捕まえた、 イスラム側の領主も困っててなんで困ってたかっていうとあの人質大体この頃捕虜になったらお金でねあの解放してあげるっていう慣例がありましてまあ身の代金ですよねでボエモンドにいくらついたかっていうと26万ビザンチン金貨っていうねまあよくわかんない <laughs> よくわかんないお金なんですけどまあベラボンに高かったとでボエモンドの武名がね轟きすぎてこの辺で <laughs> あいつやべえぞっつってアンティオキを落としたらしいぞっつってボエモンドが有名になってたから もうめちゃくちゃ高い身のし力になったわけですね。そしたらあの、じゃあ26万払えと言ったわけですよ。そしたら周りの漁師たちが、おい、ちょっと俺も1枚かますせるや、みたいな。<laughs> 俺にもよこせ、みたいな。言い出して、この辺も仲悪いから、イスラム側も、結束してないから、俺によこせつってって、なんか逆に強奪しとり、なんか攻め込むぞ、みたいなやつ出てきて、<laughs> 俺にボエモンドよこせ、みたいな。攻め込んだるわ、みたいなやつが出てきて、逆に困っちゃったみたいな。手に余るようになってきたわけですね。 ボエモンドがね、捕まってるうちにね、なんかトルコ語をマスターしたのか、ボエモンドが直接その領主にね、交渉するわけですよ。10万だったら僕払いますよ、つって。自分で僕払いますけど、つって。で、OK!10、OK、万もらえんたらいいわっつってね、手放しちゃいますね。というわけで、なんと、ボエモンド、一人でね、捕まったボエモンド、アンティオキアに <laughs> 帰ってくるというね、非常にまあ、知略高めなんでしょうね、ボエモンドね。知略が高めな感じですね。 普通に帰ってくるわけですね。で、タンクレディはね、あの、アンティオキアで頑張って領地増やしたりしてたんですけど、まあ、ボーエモンド帰ってきたから、変わってね、つって。なんか、この辺兄弟、あ、おいっ子か。おいっ子となんか、争い出しそうですけど、まこの辺仲良しなんですよね。ボエモンドが帰ってきたら、普通にタンクレディまた帰ります。解放した後、即捕まえたい。や、解放した後、お金を持ってくるはずだと思,思いますんで。あ、どうなんだろうね。反金とかかな。その辺よくわかんないけど。 キャッチリリースは多分 NG なんでしょうね。その辺意外にちゃんとしてるみたいな。虐殺めっちゃするのにちゃんとしてるみたいなね。<laughs> お金のやりとり結構ちゃんとしてる。まあ、金は払ってるみたいですよ。10万、十万金か。でですね、さらに、えー、いとこのダ、えー,ボーいました。エデスさんの。このいとこのボーダーも捕ま、<laughs> 捕まりまして <laughs>。 <laughs> すぐ捕まうんだよね前線でだからもう働きすぎなんだよな陣頭指揮取っちゃうからいとこのボード案も一回捕まりますでですねあのー、身の代金払えてなるわけですねでボードアンいとこのボードアンに対してこのアンティオキアのボエモンドはね一応払うんですよ身の代金払ってよしいいよって言うんですけど引き取りに行かなかったんですねボ,ボエモンド なんでかっていうと、このエデッサ捕まってる時にここタンクレディ代わりに入ってたんですよ、エデッサに。あれ、タンクレディ自分の甥いっ子だから、ここタンクレディのままの方がよくねつって。キングダム全然捕まんないよな。<laughs> すぐ死ぬよな。<laughs> あ、でも、重曹だからかもしんない。あの、キングダムオブヘブ、映画の話めっちゃするけど、キングダムオブヘブの話めっちゃするけど、主人公がね、結構ね、うわーっつってやられる時があるのよ、ボコボコに。 ただあの鎧めっちゃ着てるから鎖片びらの上に重曹の鎧着てるからめっちゃ殴られるけど一応無事みたいななかなか簡単に死なないみたいな、ね、感じなのかもしれませんだから結構割と捕虜になりますね内ち死によりはね捕虜になりますなんであのボエモンドはねここおいのタンクリードのままの方がいいじゃんっていうので、ね、身の代金は一応形式上払ったんだけどあのボードは迎えに行かなかったみたいな ボードワンもね、いろいろ、あの、お仲間のジョス・ランド・コートネっていうね、あの、お仲間の策略でね、戻ってきます。なかで、ね、結構タンクレディはね、こっち平定しても自分の歳にならなかったし、ここはエルサレムに並行されちゃったし、アンティウキアの周り広げても、結局ボイモンド帰ってきちゃったし、エレッサの周り広げても結局ボードワン帰ってきちゃうし、みたいな、なんかいいように使われて、みたいなね、ちょっと義経みたいな感じなんですよ。それ馬から落ちたら重いからね捕まら、捕まってしまうみたいな話ですよね。 まあその中でタンクレディが最終的にね、あの、おじさんのアンティオキアの摂政に収まって、まあ自分の領地は持てずに終わってしまうと、割と頑張ったんですけどね、タンクレディ。結局、ボエモンドが死んだ後は、ボエモンドの息子にね、ちゃんと引き継いであげるっていうね、摂生として。うん、っていうようなね、なかなかそこ仲良かったんだねって話ですね。それあの、失敗したサンジルなんですが、もう失敗に失敗を重ねたサンジル、最後になんか一山当てたいというので、 さっきね、ボーロクソに負けた敗山兵を率いまして、こっちの方に戻ってきましてですね、この辺のね、あのトリポリっていうあたりですね、ここら辺を攻めます。あのー、十字軍最後までいきますよ。三ンルまだ諦めてないっす。こうあっと攻め込みまして、結構無謀なね、兵数で攻め込むんですけど、すごい少ない兵数で攻め込むんですが、なんと成功しまして、能力あったんだなと。というわけで、トリポリ博というね、 あの領地を築き上げますここに最後の最後、まあ、途中で、ね、サンジル死んじゃうんですけどねえ息子が引き継ぎましてこれトリポリ博っていうね領地ができます十字軍領地としてはこのエルサレム王国ですよねこの開港都市を含むエルサレム王国と,とアンティオキア領とでその間をつなぐトリポリ博領とできてこアンティオキアと完全につながったわけですねエルサレム王国がサンジルの頑張りででエレッサ博領とやりこう一続きになったわけですね 結構広大な領地をゲットすることになりましたっていうのが第一次十字軍ですこれで1時間20分使いました <laughs> 第一次で1時間20分使いましたねいやー疲れたな <laughs> 一応ボエモンドの最後はねそんなに輝かしい最後じゃなくてボエモンドねあの凱旋するんですよ自分の領地に アンティオキアをめたっつってね凱旋するんですがでこっちで、ね、人数また集めてこっちが人不足だからかなりまた人数集めて凱旋しようとしてたんですよじゃこっちでねちょっと調子乗っちゃってめっちゃチヤホヤされるのよ自分の領地に帰った時にめっちゃチヤホヤされて調子乗っちゃうんですよねでみんなわーつってね集まってくるからよっしゃじゃあ、えー、ビザンツ帝国攻めようっつって <laughs> 自分の領地増やそうとしちゃう 防衛問モンドはね、本当領土欲がすごいから、アンティオキアをゲットした時もね、領土欲の塊だったわけですよね。要するに自分のこっちの磁場の領地を増やしたろってってね、こっち攻めたら、あの、この辺の反感買ってね、ハサミウにあいましてえ、惨敗するという形になってね、え人望を失ってね、<laughs> 人望を失いまして最後こっちでね、悲しく死ぬという形ですね。ということがありました。さてさて、え年表的には、 えー、この辺までかなどこまで入ってるかなこの辺までですかね <laughs> えー、で1118年このボードワン一世というのが弟のボードワンでしたね弟のボードワンですが、えーまあ、これがなくなってしまいますエルサレム王のボードワン一世やべボードワン一世なくなっちゃったよ次どうするってなったらもう誰も残ってないわけよ サンジルも死んじゃったしボエモンドも自分の領地で死んじゃったしゴドフロアも死んじゃったあと残ってるの誰だっつってタンクレディも,もう死んじゃったんですよねあと誰だってなったらもういとこのボードワンしか残ってなかったねあと <laughs> あ生き残りいたっつってねいとこのボードワン残ってるやんっつってねこのエレサを収めていたいとこのボードワンじゃない方のボードワンがですねなんとエルサレモンに着くわけですねこれがボードワン2世です <laughs> で弟のボードワンがボードワン1世でいとこのボードワンはボードワン2世ということですね いやいややこしいですねこれがまだ最後のねまだ第一世代ですねいとこのボードワンが最後の第一世代でこの頃本当に人不足でどうしようかな困ったななんかもうねあの自分の領地にね兵士を集めに行ったボエモンドも帰ってこないしもう人が全然足りない指導者ももう僕一人になっちゃったよっつってねボードワン二世一人になっちゃったよどうしようかってなった時になんとねあの2人の騎士がね 現れるわけですよかっこいいですね。<laughs> 2人の騎士がボードはン2世の前に現れるわけですね。ユーグド・パイアンっていうね、騎士なんですけど、まあ、おじさんなんですよ。なんか、そんな冴えない。冴えないおじさんなんですけども、ちょっとあのー、この辺が危険だぞ、と。大体ね、この巡礼もどんどん来てたんですけど、大体海に渡ってくるんですよ。あの、イタリアのね、あのー、商船に乗って、こうやって渡ってくるんです。で、大体この、ヤッファってところにね、渡ってきて、この、ここからエルサレムに来るわけですね。 この道中めっちゃ危ないぞとゲリラ兵もいるし盗賊もいっぱいいるしイス,ラムイスラムの兵もいっぱいいるからここでめっちゃ死んじゃうんですよねここ短いように見えますけどここ結構あるんで距離ここで死んじゃうここの巡礼ルートを守備したいんですけど認めてくれませんって言ったのがユーグド・パイアンっていう人で同志を、ね、9人集めてきたんですよあで人手不足で困ってたからボードワン2世も「おいいよいいよ助かるよ」っつってね認めるわけですね じゃあここをちょっと事務所として使いなって言って与えたのがユダヤの聖堂跡ですね、まあ、かつての,あのダビデオと男が使っていたユダヤの聖堂跡、まあ、アルアクサのモスクっていうところになってますね今はイスラム教徒になってからはでその聖堂跡を使っているってことになったんで聖堂騎士団これはテンプル騎士団ですねついやにテンプル騎士団がここに誕生したわけです最初はだから9人だったわけですね制服もね白地に赤十字 テンプル騎士団がこ,こでようやく誕生します第一次が終わってからだったんですねで実はあの騎士団テンプル騎士団が最初じゃなくて聖ヨハネ騎士団っていうのが先にいたんですよ聖ヨハネ騎士団っていうのは何なのかっていうとイタリアのその、えー、都市国家の一つにアマルフィーっていう都市国家があるんですけどアマルフィーっていう都市国家は結構、ね、イスラムと あの通称してたんですね。商売をしていて。で、エルサレムってあんまりね、あの価値がなくてあの、何も取れないの、エルサレムの周りって。あの、さ、な地みたいな <laughs>。砂しかないみたいなと土地だから、エルサレムって。観光地として、いろんな巡礼に来てもらった方がいいみたいなところがあったんですよね、エルサレム。なので、このイスラムの時代にね、こうアマルフィが通称に来たときに、 エルサレムにちょっとあの巡礼の人いっぱい連れてくるんでこう使わせてくださいよっつってでエルサレムを治めてた両親もいいよっつってねアマルフィン許可出すんですよね仲良かったんでなのでその聖墳部教会っていうそのキリストが死んだところの教会の横に病院建てるんですよでそこに医者を置いてキリスト教徒をこう助けるみたいなのの許可を得たんですねでそれがなんと聖ヨハネ騎士団になりまして で元々は病院だったわけですねで。それがね、テンプル騎士団が、この辺でね、活躍するようになってから、あれあれちょっとかっこいいな、つって。<laughs> お前、テンプル騎士団かっこいいな、つって。ちょっと僕らもあれやりませんみたいな。ちょっと、この巡礼を守る、今まで助ける病院としてね、手術、えー、手当てしてあげる方だったんですけど、ちょっと勢いと殺しませんっつって。<laughs> 武装を始めるんですね。これが西洋羽騎士団。 という形になりますなので騎士団が2つまあ聖母派で騎士団もともとあったんですが武装してねでテンプル騎士団も生まれるというような形になります、まあ、ただボードワン2世、まあ、非常につらい立ち位置でですねひたすら防戦一方ですねもうゲリラ戦法を仕掛けてくるイスラム勢力に対してもひたすら防戦人手足りないしどうしようかなっていうところですねそんな中ボードワン2世亡くなってしまいます1131年結構長生きなんですよ まあ、ボーダー2世かなりね、じゃない方でね <laughs>、あの <laughs>、まあ、凡庸な感じはするんですが、割とね、地道に頑張ったなと。そんなに敵にね、領地も奪われず。今日頑張ったんですよ。次がいないなってなっちゃうんですよね。次の人いない。もう、第一次十次軍の人は全員死んでしまいました。次どうしようかなってなった時に、ボーダー2世に息子がいなくてですね、え、娘になっちゃうんです娘に。 でここからね、エルサレム王家は女系になってしまいまして、大体歴史、まああの、女性に対して何か言うわけじゃないですけど、大体世界史で女系になると、ちょっと傾き始めるというのがありまして、ボールは2世の娘とね、誰かを結婚させようというので、あのフランスの領主を招き入れるわけですね。じゃフランスからどうぞどうぞっつってね、こう招き入れて、娘と結婚したのが古くっていう人になります。 一応ヨーロッパ女系なので、えむ、ー、え王様の娘と結婚したら王様になれます。その外国人でも何でも。で、古くがエルサレモンになります。で、古くはですね、まあ、あの、現状把握ができてなくて、もちろんフランスから来たばっかりで、この状況を全然わかってなくてですね、なかなか、あの、いい動きができなかったということで、まあまあうん、その大したこともなく、え1143年古く死去と。 で古くかやったことはですね結構1個だけいいことやってましてあのー、城塞をいっぱい作るんですよあのクラクド・シュバリエっていう一番有名な城塞があるんですけどああいうねめっちゃでかい石造りの砦をねいろんなところに作ってこの城塞で周りを固めていくとでイスラムには、ね、そういう文化がなくてイスラムってあの原っぱのね遊牧民がもともとなんで城に籠もるみたいな発想がないんですけどヨーロッパ人は城に住んでたんでねあ城作って防衛しようですね でそれによって少ない兵士数でもうこの頃もまだずっと、ね、人口不足兵士不足続いてますからあの兵士少ない兵数でなんとか守れ守備ができるようになったとこれ古くがやったことの、まあ、いいことですよねという形でここから第2世代に入っていきますちょっと先取ってきますね さてさて、まあ、ここで一旦時系列から外れましてちょっとテンプル騎士団の話を軽くしますとテンプル騎士団ってそもそも何なのかっていうとですね、まあ、騎士団なんですよねでさっき言った一応身分制度があったじゃないですか3つの身分、まあ、一番上が聖職者で次は騎士で最後民衆みたいな農民みたいなね テンプル騎士団って一応聖職者なんですよね司祭聖職者なんですよかつ騎士なんですよねなのであの聖職者でありしかも戦うと戦う聖職者なんですよねだから両方の身分を兼ね備えちゃってるみたいな感じなんですよでテンプル騎士団に入団しようと思ったらですねあの聖職者にまずならないといけないんで一応修道院として認められるんですよね修道院として <laughs> 一応このテンプル規制ができてから10年後に正式で認可されるんですけど、法王の直属部隊という形になりまして、特権を与えられることになりますが、ただ入団しようとするとですね、聖職者なんで名前をまず捨てます。あの、千と千尋の神隠しみたいに、お前これから戦者みたいなね、名前をなくすわけですね。あの、俗,俗世間との関係を断つということで、名前がなくなりまして、で、序列がしっかりできます。 あの教会の序列みたいな感じで序列はしっかりしてるんで式系統がすごいと財産も全部なくなります私有財産自分の持ってる財産全部最初に寄付してで、えー、その騎士団の中で配給制ですねもう自分の持ってる財産なし武器も食べ物も全部配給制で死んだら殉教になるんで喜ばしい死んでもいいと <laughs> 戦国時代で一向一揆みたいなね死んだら死ねば極楽浄土みたいな 感じです死ねばね、あの人教として神の王国に行けるわけですから、死ぬのも全然オッケーと、むしろ死にたいと、でさらに、あのー、農業しなくていいわけですから、常備軍になるわけですよ、普通、騎士って一応、あのー、農民兼ねてたりとか、あのー、自分の領地を治める仕事があったりするんですが、このテンプル騎士団、聖職者って言っても、ね、祈りとね、戦うことが仕事なんで、祈りって別にね、普通に祈ればいいんでね、もう、もっぱら戦いに集中できるということで、常備軍になるわけですね、平の分離みたいな感じですよ。 かなり有力な、ね、あの軍事力になっていくわけですねでしかもあのヨーロッパ中から寄付が集まりまして大人気なんですよテンプル騎士団なんかかっこいいしなんかあの巡礼守ってるらしいぞつってねヨーロッパに、ね、あの人集めに行くんですよとりあえずキャンペーンを貼ってね人集めに行ったらもうヨーロッパ中からどんどん寄付が集まるんですよね頑張ってくださいみたいなねであの 面白いところは寄付した人も十字軍に参加したとみなされて、あの、免罪されるんですよ。ガンガン寄付するんですよね、だから。で、テンプル騎士なんかこそなんか理想的なあるべき姿だ、みたいな。戦っていきようと殺す、してお祈りする、みたいなね。これこそキリスト者だ、みたいなね。感じあるべき姿としてこう、理想化されていくんで、どん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 団員も集まってきて、どん,どん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 寄付されていくと。で、土地をいっぱいもらうんですけど、 なので、あのヨーロッパ中にね、テンプル騎士団支部とかもいっぱいできてくるわけですね。でただ、土地をいっぱいもらわない,いんですけど、一応戦う本場はこっちなんで、エルサレムなんで、こっちで戦わないといけないわけですね。で、こっちからね、食べ物輸送するとちょっと大変なんでね、結局こっちって現地調達しないといけないんで、お金が大事なんですよね。輸送するより現地で買った方がいいということで、とりあえず現金が必要だと、土地もらうよりは。なので、ヨーロッパでもらった土地とかも売ったりとか、まあ、農業をさせて、ねう、売り上げも売っ ででこっちで食料買うみたいなねことをやっていくんで、まあ、現金がいるぞということで非常に現金を集め出すんですねで現金が集まりすぎた結果ですねめっちゃ現金送るんですよどんどん集まった寄付を売ってこっちで,で集まったお金を現金現金をこっちに送るとでこっちで使うって話になるんですけど現金がもう集まりすぎちゃってだんだんね貸してくださいみたいな人が現れだして貸すんですよねでだんだん銀行みたいになっていくと でも便利なのが、こっちにも、ヨーロッパにもテンプル騎士団の支部があって、そこで、えお金かすえ預けるじゃないですか。で、こっちに、わーっと十字軍で、こっち来たぞって言ってね。で、こっちのエルサレムの本部で、ヨーロッパでね、こんだけお金預けたんですって、あの証書を持っていくと、あ、じゃあこっちで降ろせますよみたいな。便利なんですよ。両替もしてくれるしみたいな。これは便利だねっていうことで、えこっちのヨーロッパの方でもね、銀行としての価値が高まっていくと。 まこれがね、後にテンプル騎士団が滅びる原因になるわけですけども、まあ、今の,あの、信じるか信じないかあなた次第ですみたいな、都市伝説でね、よく出てくるじゃん、テンプル騎士団、それはもうこのまさに、現金を貯め込んで、このなんか遺産があるんじゃないかみたいな話で、テンプル騎士団、よく引き合いに出るわけですけどね。 で一応、金貸しはですね、キリスト教徒的には NG なんですけど、利息を取ってはいかんってなってるんですけど、手数料という形でね <laughs>、これ、利息じゃないんですよ、手数料ですよという形で利息を取ってたみたいですけどね。まあまあ、その辺はちょっとね、あの、特権を、しかもあの税金もね、あの、10分の1税っていうのを納めないといけないんですけど、それも納めなくていいよっていう。 法を直属だから君たちは君たちは法を直属だから十分の一でも納めなくていいむしろ税金を取っていいよっつってね税金を取る権利まで与えちゃうっていうね話なんですよどん,どん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 お金が膨れ上がっていくとでまた後に出てきますテンプル騎士団は丸儲けなんですよね 最初は本当に志高くやってたんだと思うんです、テンプル騎士団も、ただ、まあ、ちょっとね、族の方にだんだん寄っていっちゃうなっていう,ような形に今なっていきますんでね。さて、で、古くも死んでしまいます、古くが死んだらですね、えー、古くの息子であるボードワン三世ですね、やっぱこのエルサレモはボードワンという名前をだんだん継承し始めますね、ボードワン三世が即位いたします。 この頃ですねイスラムに今まで今までイスラムの人命出てこなかったじゃないですかイスラムの人命出てこなかったですけどこの頃からだんだんねイスラム側にねあの何人のね人材が現れ出さず現れ出すんですよ今までイスラムもなんかわーってみんな争ってて全然まとまりがなかったんですが今度,はイス今度はだんだんねあのエルサレムが十字軍側の人材が乏しくなっていってイスラム側にちょっといいやつが出てくるっていうね そのうちの一人が前儀ってやつですねモスールっていうところの領主だった前儀ってやつがちょっと強いぞみたいなこの辺統一しだしたなみたいなだんだん周りを抑え出すんですよね前儀あっ残儀この辺ちょっと塩野七海さんの,あの読み方にね習っておりますであとその前儀がですねこの辺をあの統一しちゃうわけですねこの辺の領地をでちょっとエレッサ邪魔だねやつってねエレッサに攻め込みます でエデッサがなんとね陥落してしまうわけですね、まあ、かつてのボードワン一世が頑張って守ったエデッサ、まあ、このエデッサがなんで大事かっていうとエデッサが落ちたら次アンティオキア落ちちゃうよみたいなね前線基地だから大事だったんですがこれがね落ちちゃうわけですねエデッサついについに十字軍が領地を失い始めますでこのエデッサなんですけどこの前儀の息子がねヌラディンっていうんですねヌール・アッティーンっていうんですけどヌラディン エレッサも二度と使えないようにヌラディンがボコボコに破壊します。二度と使えないように。完全破壊します。前儀がエレッサを、えー、制圧しまして、それを受けてですね、お十字軍の領地が奪われたぞっていうので、おい十字軍じゃっつってね、普通に第二次十字軍を呼びかけますね。クレール坊のベルナールっていうね、 これあの何でしょうね、一休早潤みたいな <laughs>、一休さんみたいなイメージなんですけど、あの漫画の一休さんじゃなくて、あのドクロをぶら下げてたもの一休さんな。めっちゃストイックにあの修行する人でめ、めっちゃガリガリな人で、めっちゃ人気があったと。学識もあるし、なんか人が3日断食したら1週間断食するみたいな、本気でやってますみたいな、<laughs> いつあってもガリガリですみたいな、ベルナールという人気があった人が、第2次、十字軍、 行こうよって、ね、そんな人気そんなめっちゃ修行してる人が殺しまくれっていうね演説をしたっていうこの後あのクレルボル・ベルナールはテンプル騎士団のことが大好きで殺せ殺せつってね演説をしてます <laughs> 殺しまくれ行こうとって言ってますねめちゃくちゃ慕われた人ですけどねで第二次十字軍呼びかけましていよいよ第二次十字軍スタートですねで第二次十字軍がですねもうこれさらっと 終わりまして、まあ、非常にぬるいんですよ <laughs> 非常にぬるくてですねあの名乗りを上げた人がですねこのフランス王のルイ7世とその奥さんのねエレオ・ノールっていう人がいますでも奥さんの方が結構強くてフランスの半分ぐらい持ってたんですよ領地をエレオ・ノールっていう方がね奥さんの方がかなり領地を持ってて発言力が強かったとでも私も行くわっつってこう旦那がねルイ7世が行くっつってんのに私も行くわっつって一緒に ね、行くんですよ、中東まで。そして、えー、ドイツの、新聖ローマ帝国の皇帝、コンラット3世とで。カラクリスーカス出てくるんだ。このね、まあ、二人、ないし三人がね、行くぞっつってね、行くわけですよ。フランス半分、むしろ夫のルイ7世の方がちっちゃいの、領土が。<laughs> もう嫁の方がめっちゃ持ってんだよね。で、もともと旦那が、そのエレオノール、 っていうねめっちゃ大きい領地持っててそれを引き継いだんですよね旦那かお父さんかを引き継いだんですよでそれと結婚したからルイ七世がで一応フランスですよみたいな感じなんですよねでこれがね遺産、えー、でね出発するわけですよでですねこれがまたあのビザンツ帝国がですねここにまたコンスタンティノープルに集結するわけですよしたらなんとビザンツはですねこのトルコ側とちょっと通じてまして あの休戦協定を結んでたんででたすよねでそれがちょっとキリスト側十字軍にバレるとまずいから黙ってたんですよ。トルコ結構ここいっぱいいるけどなぁ。でも黙っとこうみたいなあの。海から行った方がいいっすよみたいな。ここ上陸しちゃうと危ないんで、海から行った方がいいっすよって一応言うんだけど、コンラット3世はですね、それを聞いて、おバカにしてるのが多いっつってね、我がドイツ軍をバカにしてるのかっつってね、もうバーンと内陸に出るわけですよ。バーンと出たらもうも、もろくそ待ち伏せされて、ボコボコにやられるっていうね。 コンラッ3世ここでね敗退です <laughs> なんと神聖ローマ皇帝コンラット3世早々に敗退しますでそれを見たルイ7世後から来てたから <laughs> やべえじゃん内陸っつってねルイ7世は一応ねこう海沿いにこうやって行くわけですね、まあ、そんなわけで一応ねエルサレムまでは到達しますでコンラットもまあ大敗はしたんですが、まあ、一応エルサレムは行っとこうってわけでねエルサレムには行くわけですよで一応ねエデッサが落とされたって話でしたよね エレスタ取りに行けばいいんだけど、なぜかね、この、ダマスカス行こうぜっつって。これ敵の本拠地じゃん、首都じゃん。ここ落としたらもうエレスタも関係ねえだろ、みたいな。<laughs> よし、ダマスカス落としに行こうぜっつってね、ダマスカスを攻略しに行きます。これは1148年のダマスカス攻略戦ですね。で、このダマスカスの、えー、領主はですね、さっきのエレスタを落とした前義の息子、ヌラディンですね。ヌラディンにね、援軍要請するわけですよ。 でダマスカスを、まあ、まあ、こういろいろあるんですけど、ダマスカス攻めて、まあ、包囲もしてないうちにね、ヌラリンが来るぞーつってね。<laughs> ヌラリンの援護が来るぞーって聞いたらもうすぐ逃げるっていう、十一軍。えー、この間4日間ですね。ダマスカス、あとこれ陣を敷いて4日で退却してるという。これ何だったんだろうってよ、よくわからないんですよね。第二十一軍。<laughs> 4日で敗退というね。でもやる気失っちゃって、 帰帰りりまますす <laughs>、まあ、ももルルイ七世もエレオノールも帰りますただエレオノールはなんかすごいイケイケだったからルイ7世が帰っちゃって何で帰るのよみたいな頼りないわねみたいな感じでここが不仲になっちゃってルイ7世とエレオノールが不仲になっちゃってですね帰国後なんと別れちゃうんですよ一応ナンバリングされてますね第2次習志軍一応ナンバリングされてます でルイとエレオノールの結婚が無効になりますね結婚無効って何って話なんですけど、キリスト教徒って離婚しちゃダメなんですよ。生涯一人のね、奥さんしかは、めとれないんで。離婚っていうのはそもそもできないので、えー、遡って無効化されます。なんか法律の話みたいですけど、もともと結婚してませんでしたよみたいな。遡って無効になりますよね。まあ、事実上の離婚ですよね。ルイナンセイとエレオノールの結婚が無効と。 これがね、非常にね、また後にね、いろいろ戦乱を巻き起こすわけですけどもエレオノールと結婚無効になっちゃったんでフランスの領土を大半失うんですよルイ7世はで、後にですね、エレオノールはあのイングランド王と、ね、再婚しますヘンリー2世っていうね、イギリスの王様と再婚するんですよそしたらフランスの半分ぐらいがイギリスの王のものになっちゃってえみたいなルイ7世えフランス半分イギリスになっちゃったっつって でそこでイギリスとフランスがバチバチになるわけですねで後の百年戦争とかにつ、ね、ながっていくわけですけどもイギリスとフランスは大体ずっと争ってますからね、まあ、そんなわけで第二次十字軍は失敗でしたさらっと終わりましたねそんなわけで前、ま、儀、あえー、の後を継いだヌラリンですねそのヌラリンがねちょっとあのさっき出た竹中半米みたいなことをするんですけどダマスカスさっきありましたよねダマスカス ぬらにはこっちの方の漁師なんですけど、ダマスカス欲しいんですよ、首都だから。で、なんか、わっと攻め通るとかじゃなくて、ちゃんと大義名分重視して、だんだんなんかちょっと骨抜き政策していくんですよね。だんだん骨抜き政策していって、で、最終的にね、あの、ダマスカスに、スルッて入ります。<laughs> 北条総運か竹中半衛かみたいな感じでね。 あのいつも門番が「あお疲れっす」みたいなもう門番もねよく来るから仲良しで「あまたヌラディンさんお疲れっすちです」チースみたいな感じで言ってたら「あれ今日なんか兵士多いっすね」みたいな「今日兵士多いっすね」って,ってわあ入っちゃっていつの間かヌラディンのも,ものになっちゃったみたいなねえダマスカスの領主は追放されますねだこれで今までバラバラだったこの辺の勢力がついにねヌラディンの元に統一されるわけですね今までわーっとこの辺ぐっちゃぐちゃ争ってたから十字軍もつけ込んでね わーっといっぱいぱ勝ちましたけどもなんとこの辺がついにイスラム側がまとまってくるということですね怖いですねただヌラディンここからすぐエルサレム落としに行くのかというとそうでもなくてですねシリアの大地震っていうのが起きるんですよ1156年シリア大地震っていうのが起きましてもうめちゃくちゃ壊れちゃうんですよねダマスカスも,もう地震でボロボロになっちゃってでヌラディンはですねこの時結構年取ってて あのー、町の再建の方がね本腰入れちゃってあれ町づくり楽しいなってなるんですよたた戦いより町づくり楽しくねっつってシムシティ楽しいねみたいな戦略シミュレーションゲームよりシムシティの方が合ってるなみたいな感じでねどんどん町づくりに精を出していった結果あんまりね十字軍とは戦わなくなっちゃうんですよでどんどん復興事業にね精を入れていくという形になるんで、まあ、その間十字軍側はね、あのー、生きながらえるという形になってます シリア大地震でね、ヌラディもちょっと丸くなっちゃったね、みたいな。シムシティおじさんになっちゃったね、って話ですね <laughs>。シムシティになっちゃいました。なんか、信長の野暮やつだら、なんか街づくりの方が楽しいね、みたいな。こう、プチプチ潰して、みたいなね <laughs>。そんな感じですよね。さて、エルサレム王のボードアン三世も死去、なくなってしまいますね。そして、弟のアモーリーが、え、即位します。そんな中、え、1169年ですね。 まあそんな中、シムシティにいそしんでいたヌラディンなんですけども、あとエジプトで異変が起きまして、エジプトでですね、あの、助けてくださいみたいな。あの、ヌラディンさん助けてくださいみたいな。ここで位継承問題がいろいろ起きるわけですよ。こっちらのエジプト側でも。一応このエジプト側と、シリア側っていうのは、まあ今もそうなのかな。 私、現代人あんま詳しくないんで分かんないですけど、こっちでダマスカス側とカイロ側って、ちょっとイスラム教徒に分かれてるんですよ。キリスト教徒がギリシャ正教会とカトリックで分かれてたみたいで、こっちはダマスカス側がですね、あのスンニ派ですね。まあ、バグダッド側か、バグダッド側がスンニ派で、エジプト側がシーア派なんですよ、シーア派。で、イスラム教の中でこう2派に分裂してるんですよ。まあ、これ今もね、ニュースでよく出ますよね、シーア派だの、スンニ派だの。どっちがスンニで、どっちがシーアかもよく分かんなくなりますけどね。 でしかもその中で、こっち大体アラブ人なんですけど、こっちなんかトルコ人とペルシャ人がいたりして、人種ももうぐっちゃぐちゃなんですよ。クルド人とかもいるし、いろいろね、少数民族もいるし、こっちアラブ人のシーア派と、バグダッドの,このトルコ人、ペルシャ人のスンニ派みたいな、ね、感じで分かれてたんですよ。で、こっちの、で、二人なんかね、その宗教のトップが、ね、法王が二人いるみたいな感じで、シーア派のトップとスンニ派のトップがいるんですよね。こっちはシーア派の方で、 あのー、こっちのね総理大臣の揉めたんですよねでちょっとあのヌラディンさん助けてくださいみたいな感じでね助けを求める声が帰るから上がったと俺これはちょっとチャンスだねっていうことでヌラディンがね自分の配下のシルクってやつを送り込みますでまんまとこのエジプトをね頂い,いちゃうわけですねさそのシルクに一緒についていったおいっ子シルクのおいっ子がいるんですけどもそいつがですねサラディンなんですよ シルクがね、すぐ死んじゃうんですよ。なんか風呂場で滑って転んで死んだって言われてるんですけど。<laughs> サラディンが殺したみたいな説も、まあない、あるのかないかわかりませんが、えー、なんとね、おじさんのシルクがすぐ死んじゃうんで、その、この制圧したエジプトをね、サラディンが引き継ぐわけです。ここで出てきましたよ、サラディンが。もう、イスラム界の大英雄というね。<laughs> サラアフアティンですよ。 イスラム界の英雄、サラディンですね。サラフアッティーンですね。一応まあサラディンで通します、今回は。ついに出ました、イスラム側の英雄が。そうなんです。で、サラディンがこの、エジプト側をね、勢力下に収めるわけですね。で、ヌラディンは、まあ一応自分の部下のおいっ子だから、まあちょっとほっといたんですよ、最初は。ほっといたんですけど、あんま言うこと聞かないな、こいつ、みたいな。<laughs> あんまなんか、 なんか自分の国なんか好き放題やってるねみたいな感じでちょっとこの辺仲は悪くなってくるんですねヌラディンとそうラッカーズにもいましたよねサラディンね英雄ですよまさに大,大英雄イスラム世界の英雄といえばつってもサラディンって感じですからこれは覚えておいたわけで,でしょうねそのサラディンがなんでそんな偉大なのかっていうのをこれから話していきますよサラディンこの頃31歳ですねイスラムの英雄でも、まあ、この辺ちょっとバチバチしだすんですけど もうヌラディンも年だったんでヌラディン死んじゃうんですよね。ダマスカスに言いましたヌラディン死んじゃうんですよ。その幼い息子が後継ぐんですよね。これ締め締めですよ、サラディンからしたら。パッとね、スッとダマスカスに行きまして、もうすぐそのヌラディンの息子を傀儡にしまして、もう手玉に取るわけですよ。もうそりゃそうですよね。そんなわけでサラディンがもうこのイスラム勢力をだんだんね、統一してくるわけですね。なんでサラディンが偉大かっていうのは、こう今までずっと争ってたのがね、こう一緒にしちゃうっていうのがね、 一番すごいとこなんですよ一方その頃ですねボードワン3世が死んでアモーリが即位しましたアモーリがその後、えー、死にますねどこまですってるかなえー、っとアモーリ死去ここ,ここでですねボードワン4世が即位します1174年こっからがですね 映画 <laughs>、えー、キングダム・オブ・ヘブンの話になってきますこれ。リドリー・スコット監督のね、キングダム・オブ・ヘブン、主演はね、オーランド・ブルームですよ。レゴラスのね、オーランド・ブルーム。あのこの間、ギリシャ神話で紹介したトロイダとパリスをやっていた、オーランド・ブルームが主人公の。このボードワン4世がね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。ボードワン4世。えっとですね。 このキングダムオブヘブンだけ家系図を書きました。<laughs> キングダムオブヘブンだけしっかりで、ね、特集しております。これ結構いい映画ですよ。あの、えー、アマゾンでレンタルしたら、ディレクターズカット版で3時間あって結構長かったんですけど、見た方がいいと思います。キングダムオブヘブン。これアモーリーが死にましたね。その息子がボードワン4世なんですよ。これ別名がライオーと呼ばれてまして、まさにライ。ハンセン病だったんですよね、ハンセン病。 でですね、えーっとですね、結構利発な子供で、この、えー、を継いだ時が13歳、まだ若いんですけど、幼い頃にですね、あれ、手の痛み感じないぞっていうので、でもね、本当に大谷を防ぐみたいな感じ、マジでかっこいいのよ。手の痛み感じないぞっていうので、あれ、これはハンセン病じゃないかっていうふうにね、気づいたって話なんですよ。で、ハンセン病って当時めちゃくちゃ、あの、 えー、疫病だと思われてて感染症だと思われてて隔離されてたんですね日本もそうですけど隔離されていてあの本当に山奥とかに追いやられてあのハンセン病の人たちは追いやられて生活してたんですよだから王様がねハンセン病になっちまったっていうことでただもう軽症できるのがもうこの人しかいなかったとでしかもめちゃくちゃ理髪な子供だったからもうお父さんのアモーリーももう それに気づいたときは、もうかなりショックだったと。うわ、めちゃくちゃ利口な子供なのに、ハンセン病じゃないかと。で、そんなにね、あの寿命が長くないんですよね。ハンセン病、かかってしまうと。まあ、不治の病でしたから。まあ、そんなわけで、まあとをすごい有望視されていたにもかかわらず、もう後がないという状況で即位してしまう。即位するボードワン4世。で、これがですね、すごいのがですね、 まさに16歳の時即位して3年後の16歳の時にですね、モンジザーレの戦いっていうのがあるんですけど、あのサラディンとですね戦うんですよ、16歳にして。ただあの、ボードワン4世、すごい理髪だったんであの、だんだんね、13歳で即位したにもかかわらず、すごいあのサラディンと普通に外交政策をしてですね、結構融和的な外交政策をして、サラディンと極力戦わないようにしようっていう方針でいくんですよ。 極力戦わないように刺激しないようにちゃんと領地守りましょうねみたいなでその間にボード案要請も先がないからあの後継者をなんとか育てようみたいな考えだったと思うんですよねでサラリンとまあ友好的に行こうねみたいなあんまりイスラム教徒刺激しないようにしようねっていうので,で結構なんかうまくいきだしてたんですよねで周りの家臣たちもあちょっとハンセン病だから嫌ですわとか言わずに結構もう身近にねちゃんとあの嫌がらずに嫌がらないというか進んでねあお仕えしていたと メイクンですよね幼くして誰もあの嫌がって近づかないみたいなことはなかったというかっこいいんですよボードワン4世一応映画だとねあの銀の仮面つけてるんですよあの後にですねだんだん顔が崩れていくんですよ、ね、ハンセン病でだんだん皮膚が壊死したりとか顔の神経も死んだりして顔が崩れていくんで銀の仮面をかけてるんですよキングダム・オブ・ヘブンだとずっとね最初登場した時からずっとね銀の仮面つけてるんですけどそれがまたかっこいいんですよね で馬に自分の体を縛り付けて前線で戦うっていうねめちゃくちゃ有能な王様です1177年モンジザールの戦いっていうのがありましてサラディンがですねあの一回ちょっとあのエルサレムを落としに行く風な素振りを見せてあのですね <laughs> ボールラン4世がその時アスカロンってとこにいたんですけどよいしょ ここ,です、ね、ここにボードアン4世がいましてでサラディンはこっちから来ますよね、カイロから。で、この城にこもっているのが一番、町にこもっているのが一番倒しにくいじゃないですか、だからおびき出したいなっていうのがあったんで、エルサレムを攻める素振りを見せたんですね、味方が原みたいな感じですけど、エルサレムをそぶみそ攻める素振りを見せて、ここからちょっとおびき出してやろうという作戦をサラディンが立てまして、まあ、さにアスカロンにいた王様をおびき出すっていう形で、エルサレムをこう攻める素振りを見せます。 まんまと引っかかっちゃうんですよ。ボードアン4世。まんまと引っかかりまして、出撃しますね。で、この時そんなに軍備が整っていなかったので、アスカロンにいたボードアン4世が引いるのは580機。対するサラディン1万3000人ね。<laughs> 1万3000対580機ね。で、この1万3000の軍勢がわあって LSA に向かっているところに、ガッとね、580機でビュッと出撃するわけですよ。もう騎兵だけでね。電撃作戦ですよ。 それなんとですね、勝っちゃうんですよ、ボードワン4世。もう、騎兵だけで、わーっとひと塊になって、持ってるかもしれん。<laughs> 持ってるかもしれませんが、1万3000点は580と。あの無敗のサラディンよあの無敗のサラディンに、がっと仕掛けてですね、そのサラディン一目散に、わーっと奇襲をかけるような感じで、ばっと飛び出しまして、まあ、サラディン側はね、あの、策略だったんで、奇襲にも何にもなってないんですけど、予想外にめっちゃ、めっちゃ突進してくれや、みたいな感じでね。 わーっとサラディンめがけて突進してきたかぎにサラディン早く捕まりかけて敗退するっていうサラディンこれ初の敗戦ですね初めての敗戦でこれが16歳の時ですボードワン4世がこれ映画の中でもねあの語ってるんですよボードワン4世があの死ぬ時にね死に死にた時にわしは16歳でサラディンに勝ったっつってねあの頃何でもできると思ったのにみたいなことを言うんですよねあのもうハンセン病がだいぶ進行してから 弱りながらねあの頃は良かったみたいなことを言うんですよめちゃくちゃかっこいいからボードワン4世あれこの映画の主人公誰ですかって話なんですけどボードワン4世じゃありません <laughs> えっとですね先にこの辺を全部説明してしまうとボードワン4世の姉でシビラっていうお姉さんがいたんですよで一応あのけ映画の中じゃ妹って設定になってるんですが、えー、まボードワン4世ハンセン病なので子供ができないんですね なんで、お姉さんがまた女系となって、えー、旦那さんを迎えて、えー、旦那さんが王様になるって形になるんですが、またモンフェラートコっていうまたフランスからね、あのー、呼び寄せてきたんですが、この人は早めに亡くなっちゃうんですよ。なので、その間にでも息子生まれてたんですね、防弾5世。この人ま,まだ全然生まれたばっかりですぐ旦那死んじゃうんですね。で、旦那死んじゃったなーってボー防ン4世思ってるんですけど、まね、あ、息子生まれたから、とりあえず頑張って息子を盛り立って,ていこうかと。 防弾5世まだなんか5歳とかね3歳とか幼い防弾5世なんですよこれを盛り立てていこうっていうのでとりあえず有能な殺生をつけようっていうのでこの2人をセッションにつけるんですねバリアーノ・イベリンとレーモン3世でつけるんですけどこのバリアーノ・イベリンこれがこの映画の主人公ですキングダム・オブ・ヘブンの一応映画内ではバリアンと呼ばれてますけど英語読みだとバリアンですねイベリンっていう領地を持ってたバリアンこれがオーランド・ブルームですバリアーノ・イベリンが でですねでシビラはですね、えーまあ、結局、ボードワン4世はボードワン5世に、えー、位を譲るんですね、早々と。もうこの年表でも1183年でボードワン5世即位となってますね、もう自分の死期を悟っているんで、もう自分の生きている間に、えー、上位してしまってで有能な摂取をつけると、バリアントレーモン3世というのをつけるんですね。 ボーダーン4世、しん、えー、えっとですね、その前にこっちの、渋谷っていうお姉さんがですね、まあ旦那死んじゃったじゃないですか。で、寂しいんですよね。寂しいんで、ちょっと新しい旦那欲しいなってなっちゃって、めっちゃイケメンがいたんですよ。ギードルジアンっていうイケメンがいて、まあちょっと、この人と私結婚したいって言い出すわけ。で、イケメンだけど、クソ無能だったんですよね、ギードルジアン。<laughs> ドムの、イケメン、顔だけの男だったんで、でボーダーン4世、やめてくれお姉さんと。 もうちゃんとボードワン5世だけ見といてくれよって言うんだけどいやでも再婚したいわっつって再婚しちゃうの勝手にでギードルジュャンっていうのと結婚しちゃうんですよねでそんな中ボードワン4世はとりあえず焦って、まあ、5世に譲ってですね、まあ、ルジュジャンと結婚しちゃったけども、まあ、5世に引き継がれたらいいなっていう形で亡くなってしまいますボードワン4世は亡くなったらもちろんですねあのルジュャンがね幅を利かせてくるんですけど5世もね病弱だったんでね 死んじゃうんですよ、防弾5世も。幼くして死んじゃうんですよね。したら、この、ね、ギード・ルジニアンが即位してしまうと。いう形になっておりまして、で、この後ね、3時、第3次になっていくんですが、これがきっかけでね、第3次になっていくんですが、映画だとね、割とここ、好意的に捉えられてて、映画だとですね、映画結構、ま、いろいろあってね、バリアンとシビラがなんか、イチャイチャしたりするんですけど、<laughs> えっとです映画だとですね、 シビラはボードワン5世をかなりかやいがっていて、えー、ボードワン5世を盛り立てようとするんですけどもあの、ルジニアンがですね、テンプル騎士団とかと仲良かったんですよ。なので、ボードワン5世の、えー、勢力をちゃんと確立するために、テンプル騎士団とかと仲がいいギードルジニアンと結婚することで、ちゃんとね、ボードワン5世を盛り立てていこうみたいになるんですが、 これがですね、映画だと悲しいかな。ボードワン5世もハンセン病になってしまうんですね。っていうストーリーになってます。あとは映画見てください。ここはシビラは結構ね、好意的に捉えられてます。まあこれはまあどっちを取ってもいい。まあ映画の方がちょっと面白いかなって感じですけどね。これまだ第3次十字軍じゃないですよ。え第3次十字軍は花の十字軍って言われてまして、めちゃくちゃ面白いです。第3次じゃないです、全然。これ第2次と第3次の間の、なんかちょっとしたやつです。ちょっとしたやつなんですが、 まあ大事第3次がこの後起きますね、まあ、そんなバリアーノ・イベリンが主人公なんですけど一応映画だとですねあのゴッドフリーゴッドフリーっていうねあの実はお父さんだったっていうあのクワイガン人ンがですね <laughs> クワイガン人ンが迎えにこのバリアーノ・イベリンはフランスに住んでるんですけどフランスにですねあのゴッドフリーってやつが現れてクワイガン人ンが現れてお前はわしの息子じゃっつってね あの十字軍に参加しろっつってねわしの後を継げみたいな感じでねあの十字軍に引っ張ってくるんですよね映画だとで若いオーランド・ブルームがこっちに来てボードアン要請に使えて頑張るみたいな話なんですけどあの実際はですねこっちの2世なんですよあのこっちで生まれてこっちで育ったみたいだからあのアラビア語イスラム語もバリバリ喋れるみたいな感じなんですね であのここにいたルノード・シャティオンっていうのがね、これが映画だとめっちゃ面白いんですけど、ノラ犬っていう別名ですね。別名ノラ犬ってすごいですけど、こいつがね、あのまあ、結構有能だったんですよ。前線で、ね、あの武力高めみたいな。前線でバッタバッタき敵を切り倒すのめっちゃ強いやつだったんですけど、こいつに領地与えちゃったらですね、なんとあの、えー、イスラムの,あの大将とかを襲っちゃうわけです。あの商人たちを。とか巡礼者とか、 いやあの敵兵じゃないやつを襲う,襲うようになっちゃうんですよ、山賊みたいなことをやりだすんですよねで、これがテンプル騎士団と結束して、テンプル騎士団も殺すのが仕事なんで、生きようと殺せるんだったら何でもいいやっつって、一緒になってね、あの巡礼者とかを殺しちゃうわけですよ、あまあ、この辺、フランス人ですね、殺しちゃってで、ボダン4世はね、融和政策取ったわけじゃないですか、サラディンには立てつかない、てかまあ、あの公平対等に渡り合おうぜみたいな。 だからあのお互いに巡礼者には手を出さないっていう協定を結んでたんですよ。向こうもキリスト教徒に手を出さないし、こっちもイスラム教徒に手を出さないよと。協定を決めてたにもかかわらず、こいつがもう襲っちゃうんですよね。で、サラディンぶちぎれて、<laughs> サラディンぶちギれですよ。で、映画の中だと、うわっとこのシャティオンの、ね、領地をサラディンがバーッと大軍で攻めてくるんですよね。で、そこを、やべ、攻めてきたぞっつってね、シャティオンはこいつは、ね、城に閉じこもってるんですけど、わーっとサラディン大軍が来て、 やべどうしようって言ったときにあのバリアン、主人公オーランド・ブルームがですね、民衆がまだあの城に、ね、入りきれてないっつってね、バリアンがあのすごい少ない兵数でサラディに立ち向かうっていうね、迷信があります。結局、ボードワン4世が現れて私が罰を下すっつってね、サラディに直接ね会話をして、ボードワン4世が借金を折、ね、巻するっていうね、流れなんですけども、まあ、この辺面白いから映画見てください。大体いい映画を、ね、信じてもらっていいと思います。まあ、シビラと バリアンがねこうイチャイチャするあたりはちょっとどうなのかなって話なんですけど <laughs> 濡れ場がありますね濡れ場がそんなわけで結局ねこのギードルジニアが即位しますボードワン4世がなくなってしまいボードワン5世もなくなってしまいこのどこどこから来たかわからんが顔だけはいい無能な男をギードルジニアが即位してしまうんですねでこいつはあの シャティオンはですね、おこいつは魚しやすいぞっていうので、こう、近づくわけですね、ルシニアンと。近づいていくわけで、まあ、この2人がちょっと動かしていくわけですね、今後。で、バリアンとかレーモン3世とかは、ボードワン5世について、この辺有能なんですけど、こいつらが力持っちゃったわけだから、ちょっとね、こう脇にやられるみたいな感じなんですよ。そんな中ですね、起きるのがですね、あ一応ね、サラディンが、まあ、これはいっか。 一応ボーン4世の話はもう映画で見てもらったらいいと思います、えー、そんな中、起きるのが、ね、1187年ですねサラディンの一番の見せ場が起こりますハッティンの戦いってやつですねハッティンの戦いサラディンがなぜ英雄なのかっていうとですね、まあ、ジハードっていう言葉聞きましたよね911以降よく聞きましたよね あのジハード、聖戦っていう言葉を、まあ、公の場で、イスラム教徒が公の場で初めて言ったんじゃないかっていうのが、この1187年ですね。あ、今までシーア派、スンニ派でこう、分かれていたイスラム世界なんですけども、あの、一つにまとまろうぜと呼びかけたわけですね。ジハードを宣言します。でも、こっちのシーア派もスンニ派もひとまとめになってエルサレムを落とそうじゃないかと。 いうわけですね、もうだからこの辺全部が今までバラバラだったイスラム世界が統一されたぞっていうことで、まあ、イスラム世界の英雄とされているわけですサラディンはでですね今まで何でエルサレムが落ちてなかったのかっていうと結構あの城塞がねいっぱいあってそれに苦しめられていたとで割とイスラム兵士たちは忍耐力がなくて城攻めに向いてないんですよねあの平原での海戦には向いてるんですけど城攻めには向いてないとすぐ飽きて帰っちゃうみたいな さらには考えました、どうしようかなと、白攻めに向かないんだったらイスラエルサレムを落とせないじゃんと、どうしようかなって考えたときに、このめっちゃ大動員をかけて、もう人海戦術で、もう砦の下、うわーってもう人が、ね、海のようにわーっと通っていけば、砦から、ね、ちょろっと兵士出てきても関係ないじゃんっていうね、埋め尽くし作戦ですね、それで砦を無効化して、ですね一気にエルサレムを押し寄せるというような作戦を取ります。 なのでこのダマスカスを大軍が出発するわけですねこれはね一応なんか書きましたハッティンの戦いあっ映んねや <laughs> ここだなハッティンの戦いねここはさっき映ったヨルダン川ですねここはダマスカス でギヒドルジニアンビビってしまいましてサラディンの大軍が来るぞとエルサレムにビビり散らかしましてエルサレムの全軍を率いてですねあの迎撃に出ますアッコンっていうねここが海なんですけど海側の都市アッコンまで全軍を集結させますねで映画だとさっきのバリアンとかがいややめましょうよみたいな守備兵残しもエルサレムの守備残した方がいいんじゃないですかと言うんだけどでも全軍で行くぞつってね全軍動員してアッコンに集結します でここに町があるんですけど、ここで迎え撃とうとあの。ここのアッコンで立てこもった方がいいんじゃないとかね、またあのバリアンが言うんですけど、<laughs> いや、ここじゃだめだっつってね、打って出ようっつってね、打って出るんですよ。で、ここがね、結構長いの、ここが。<laughs> ここが何,何十キロかあるんですよ。で、ここ、水ないじゃんっつってね、<laughs> あの、水ないけど大丈夫みたいな、いけるいけるみたいな、ここに水あるからっつってね、行くんですよ。 で対するサラディンはです、ね、あのちゃんと考えてて、ちゃんと川沿いに行、ね、軍するっていうこれが夏場でねそれはもう水がなくて困っちゃうわけですよ、ここの時点で当然、水切れるんですよねで映画だとバリアンはこれハッティンの戦いに参加していないことになってますが一応、実際は参加していて水はちゃんと、ね、バリアンとかも寄っていく持っていくんですけどみんな水不足で苦しんでしまうとでその水じゃ水じゃってこう川の方に寄っていくところを サラディンがこう、こうだんだん囲い込んでいくんですね。ずり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 と囲い込んでいって、最後は包囲殲滅されるという、これがハッティンの戦いですね。じゃサラディン、サラディン歴史の中ではこれが一番美しいとされている、サラディンの、ね、戦略ですね。まあ、エルサレムを落とすために、えー、エルサレム包囲戦に持ち込むというよりは、一大決戦に持ち込んで、しかもまあ殲滅してしまったと。 しかも敵がね、水、これはルージニアンのせいじゃないのかって、サラディンがすごいというよりは、ルージニアンがアホなんじゃないかっていう話になってしまって <laughs>、そんなに有名じゃないというハッティの戦い。なんか他のね、なんか、アレキサンダーとかね、あのー、あの辺のなんか有名な、世界史的に有名な戦ほどなんか有名じゃないよねみたいな。なんかすごい戦略なんだけど、相手がちょっと、 役不足感があってみたいなサラディンにとってはちょっと美しいとされてるんだけども相手がちょっと力不足だよねみたいなよりちょっと印象が薄いなみたいな話ですねこれはって言うたただエルサレムから率いてきた全軍がほぼここでやられてしまうんでボコボコですよでギードルジュニアンとルノード・シャティオンですねさっきのは、えー、捕まってしまいます敵がアホなこと多いけど 歴史的に有名な戦って結構相手も強かったりするじゃんハンニバルの時とかもあハンニバルの戦,力戦略勝ちだよねみたいな納得だわーってなるけどこれなんかサラディンの戦略で納得だわーとはあんま言えないみたいな <laughs> 感じがしますよねアレキサンダーの戦略すごいわーみたいなねのとはなんか違うっていう一応サラディンの戦略でね大動員を仕掛けてここで一大決戦です えー、殲滅しして、まあ、短期間でエレサルを落としに行くとにくいう、まあ、これは思惑通りに全部なっているので、まあ、ここはすごいなという話ですよでさっきの野良犬シャティオンいましたね野良犬シャティオンでルジアンとシャティオン捕まるんですけどシャティオンの俺めっちゃ嫌いだったねサラディンあの巡礼めっちゃ襲うからこいつだけはもう俺が殺すわ日頃言ってたの で、これつ、捕まっちゃったのよ、ハッティの戦いで。この人捕まっちゃったんで、いよいよシャティオンがね、サラディンの目の前に現れるわけですよ。そしたらもう、サラディンもう、自らね、首をバーンと落とすわけですね。でここ、キングダムオブヘブンでもそのシーンはあるんで、そこを見てほしいです。で、一応、ハッティの戦いは、バリアンが参戦してないので、ハッティの戦い自体はないです。実際はバリアン参加してるんでね、ハッティの戦いも描いていたら、まあ、もっといい映画だったのかもしれませんが、 まあ何せ予算とかね尺の都合でねおそらくカットされてると思います一応この映画のメインはですねその次のエルサレム攻防戦なんですよハッティの戦いで、まあ、大勝利を収めたサラディンですね次はもちろんエルサレムに攻め込むわけですよでですねもう全部率いてこっち行っちゃってたからエルサレムに守備兵なんてもう全然いないわけですよただですね3時間あるからね映画エルサレムに誰もいないわけ で一応さっき参加していたハッティに参加していたバリアンは一応切り抜けてですねあの <laughs> 敵中突破を試みましてバリアンは無事ね一応戻ってきますエルサレムに、まあ、ここサラディンといろいろやり取りをして無事戻ってくるわけですがただ守備兵がいないというわけでその辺りにいる戦える若者をみんな騎士に任命しまして急遽急遽騎士に任命して防衛に当たると。 ここは映画のね、一番の見どころなんで、ここは映画で見てほしいんですが、まあ、数日戦って持たせます。ただまあ、数が少ないんで、まあ、ついにやっぱ破られちゃうわけですね。まあ、どうしようかなってなった時に、サラディンと、会談してくれとバリアンはね、サラディンにずっと何回も言うわけですよ。サラディンに直接会ってくれと、直接話しようやっつってね。何回か言ったらサラディンが分かった分かったっつってね、会うわけですよ。そう備え対象すらいなかったというね、変数ゼロだったわけですね。 サラディンとバリアンが直接会談をしましてであの逆に脅すわけですね、バリアンがサラディンをあのここを、ね、あのエルサルムを落とすんだったら俺たちはもうお互いの聖地だけでもここはもう全部焼き払うぞっつって逆に脅すみたいなでなんとか賠償金で何とかしてくれないかっていうので持ちかけて、まあ、そのバリアンの、ね、頑張りに惚れ込んだサラディンもまあいいだろうというわけでなんと エルサレムにいたキリスト教徒を全員ですねあの命を救いますサラディンは、まあ、賠償金を払うという条件のもと、えー、全員退去していいぞと一切傷つけないようにっつってね、えー、キリスト教徒はね、えー、皆殺しにしたんですけどもイスラムサラディンは全員いいぞと出て行っていいぞと金を払うんであればということでじゃあ全員ね無事にエルサレムを脱出することができましたということになっております まあね、中には、あの、イスラム側の漁師が、領主とかからは、なんでだよ、っつってね。あいつら俺たち皆殺しにしたのに、キリスト教徒なんか皆殺ししろ、みたいな声もあったんですが、そのサラディンが、まあまあっ、つってね。全員の命を助けるという、まさに英雄ですね、サラディン。まあでも、エルサレムは落ちてしまったということになります。一応、えー、ティロスっていうところにね、バリアンたちは、えー、引きこもることになりますね。で、これを聞いたローマ法王よ。 エルサレムが陥落したぞと。<laughs> エレッサが落ちた時とかとは比べ物にならないよね。なんか聖地エルサレムがまた奪われたぞっていうのでね、ショックのあまりですね、ローマ法を2代連続でショック死します。<laughs> 2代連続ショック死ですね。<laughs> ローマ法王 <laughs> エルサレム落ちたぞって聞いて、えーっつっ死にます。2代。<laughs> 2人。<laughs> 死にますね。 じゃあもうエルサレム取り戻すしかないでしょうっていうので第3次十字軍になるわけですよようやく第3次十字軍こっからですね第3次十字軍がまあ一番メインと言っても過言ではないかもしれません一番のメインかもしれません一応この右下の人物紹介は第3次で終わりですこれ以降有名な人はあんまり まあ、ちょくちょく出てくるんですけど一人二人しか出ないんでこんなに、えー、羅列する必要がないということですね第3次十字軍はですねもう自然発生的においエルサレムを取り戻すぞということで発生します、まあ、その前に、えー、さっきのねエルサレムを落としたサラディンがティロスまで、ね、また攻め込んでいくわけですねでティロスの攻防戦というのがまず起きるんですが、まあ、ここでねあのティロスに籠城して十字軍側がでそれをサラディンが囲むというような形になっています これねアレクサンダーでもなんか落とすのに結構苦労した街らしいんですねティロスって、まあ、それでさらにもうちょっと苦労するとそんな中ですね第3次十字軍が出発じゃあということでもう早々に出発しますもうそんな今までのごたごたなしでさっと出ますねこれすごいですよ第3次十字軍の参加者全員異名がついてるっていうねまず皇帝バルバロッサ赤ひげねフリードリッヒ1世ですね西暦は右上に出ております第3次十字軍1189年ですね 右上の年表ねぜひ参照してください神聖ローマ皇帝のバルバロッサ・フリードリヒ一世そしてイギリス王ね獅子神王リチャード一世リチャード獅子神王ですねライオンハートそしてフランス王オーギスト尊厳王フィリップ二世オーギストってねアウグストゥスらしいんですよあのののローマの初代皇帝オクタビアルスの 異名ねオーギュスト、アウグスティスアウグススティスをあのフランス語読みするとオーギュストになるらしくて決してダブルゼータのオーギュスト議団ではないんですけどあのアウグスティスのような尊厳のある男だっていうことで尊厳をオーギュストフィリップ2世ですねそしてう迎え撃つはサラディンと弟のアラデティールということになってます華、まあ、々しいですね全員異名があるっていうねしかもかっこいいというわけでまあ一番にねあのー 皇帝フリードリヒ一世がねバーンと単身でね単身というか自分の軍勢を大軍勢を率いて出発しますでこの頃結構あのロ神聖ローマ皇帝は安定していてもうすぐに大軍を集めてねうわっとね出発したんでさらにもまあビビったらしいですねめちゃくちゃな大軍を率いていったんでもう対策すべきはフリードリヒ一世だなとあいつさえあべえっつってねで大軍だから結構たどり着くまで時間かかったらしいんですけどもう今か今かと ビビってたらしいサラディンも。やべえ、どうしようっ、つって。<laughs> めっちゃ大軍来るらしいやん、つってね。ビビってたらしいですね。一方、その頃ですね。あのー、このティロスですね。えー、このティロスがですね、あの、サラディン落とせなくて、あ、まあバリアンの活躍とかね、あのー、テンプル騎士団とかの活躍もあって、落とせなかったんですよ。で、撤退します、ティロス。もういいや、つって。 なんか、ドイツから来るらしいし、いいやつって撤退します。で、さっき捕まえてたギードルシニアンもういらねえやつってね、解放します。ただ、ルシニアン、解放されてくるんですけど、ティロスの街入れてもらえなくて、おい、お前、この間の戦犯だよな、つって、お前のせいでエルサレム落ちたんじゃん、つってね。街に入れてもらえないっていうルシニアン。で、バリアンとかがちょっとそれ見て、ちょっとかわいそうかもな、つってね。ちょ、ルシニアンさん、あの、街に入れてもらえないっすけど、アッコン攻,攻めに行きません、つって。 サラディン帰っちゃったからアッコもねあの取り返されちゃったんですよねサラディンにアッコンもう一回取り戻しに行きましょうよっつってねそれアッコン攻めに行くんだったら協力しますよっつってルイジ,ジェンが行き場所もないから分かったっつってねアッコン攻めに行きますで今度はアッコンのイスラム兵を囲む十字軍、まあ、ティロスにいた十字軍ねでサラディンもそれを救出に来るからそれをさらに囲むサラディンみたいなこう二重の構えになるわけですね ををむむ十字軍サラディンというような体重になります。で、ここでこ着しちゃうわけですね。一方、その頃ですね、えー、まあ、あの、バルバロッサはずっと粛々とこの辺をね、興奮してます。ザッザッザッとね、興奮してますね。その頃、イギリスではですね、えー、リチャード一世、ライオンハートが即位します。これは親父のヘンリー二世に反乱を起こしてね、倒すって形になりまして、さっきのあの、エレオノールって言いましたよね。ルイの奥さん。 エレオノールの息子なんですよリチャード1世がで結婚したヘ,リオヘンリー2世は領土いっぱいもらったからよかったんだけどあの冷たくなっちゃってエレオノールにでなんか離婚してえなと思うけど離婚したら土地失っちゃうしなって土地は欲しいからうん幽閉しようっつって、ね、奥さん幽閉してたんですよでリチャードはお母さんが幽閉されてることになるからちょっとそれに反感を持ったのもありまあいろいろあったんですけども反乱を起こしてね倒しちゃいますで死神を王リチャードが即位するわけですね で一方その頃フランスのオーギストフィリップ2世フィリップ2世はねとにかくもうフランスを広くしたいもう自分の領土を広くしたいっていうのでいろいろ作望を巡らすわけで、ね、剣剛術をただね戦は下手なんでななんんだろうねなんか統率能力よりも知略が高いみたいな感じのなんか浮田直恵とかその辺剣剛術めちゃくちゃ巡らすけどなんかあの戦略拳剛とかめっちゃしまくるんですけど戦闘はちょっと苦手みたいな感じですね まあその2人が、えーまあ、一緒に行こうやつって、お互いにね、あの戦争してたからこの間まで、フランスとイギリスで両ら争いしてるから、じゃあ一緒に行こうやつってね、出し抜くなよみたいな感じで一緒に出発するんですね。えー、そんなわけで、そんな中、1190年を迎えますが <laughs>、なんとこれもなんかよくわからないんですけどもね、えーまあ、コンスタンティノープルを過ぎまして、えー、入りましたね、こっちに、フリードリッヒ一世が。 そしたらね、コテンとね、千百1 1 9年、フリードリヒスで死去ってね、あの、死ぬんすよ、急に。コテンつって。えあんな大軍率いてきて、サラディもビ,ビビっていたような皇帝が死ぬのっていうね。なんか川を渡ってるときに、落馬してですね、で、鎧が重すぎて溺死したとか、えー、なんか冷たかったから、川の水が冷たかったから落馬したときに、 心臓麻痺で死んだみたいなね。まあ、あいろいろあるみたいですけども。ま、あどっかこう、この辺の川を越えるときにですね、どうやら落馬したみたいで、で、心臓麻痺を起こして溺死、みたいな形らしいです。暗殺説もあるのかなわかんないですけど。ま、あなんか大体はその川で死んだっていうことになってるみたいですよ。あっけなく死んじゃうんですよ。バルバロスさ。でね、あの、60X のおじいちゃんなんですよ。 あの第2次十字軍にも一応従軍してたんですけど結構間空いちゃってるから第2次の時結構,結構若かったんですけどねもうおじいちゃんになってたから川でね心臓発作で死んじゃったんですよえ皇帝死んだのっつってでみんな不安になるわけですよ領土が自分の領土がえっでも皇帝が行くって言ったから来たけど皇帝になると帰ろうぜっつってね ひげが赤いだけど、あの、いや、ちゃんとね、ドイツではめっちゃ頑張ってたのよ。そんだけの大軍を率いられる男だったんだけど、今回十字軍の話に焦点を合わせると、ただの赤いひげの心臓発作のおっさんになってしまうという <laughs>。ちょっと、今回はかわいそうだね、フリードヒゲ。結構、すごい、すごいやつなんだけど、<laughs> 十字軍だけに注目すると、あれ死んだので終わるっていう話なんですよ。さらにも結構ね、息長いです。でも、うんさん無償してしまうわけですね、ドイツ軍が。もう帰っちゃうです、みんな。 でサラディンはほ,ほっと一息ですね。ああ、帰ったよ、死んだよ。あいつ怖かったのに、つってね。なんとサラディン、これはラッキーでしたね。帰っちゃうんですね。一番警戒していた大軍を。まあ、あとはリチャードとねフィリップに任せるしかないというわけで。1191年。じゃあ、こう、海からね、さーっと渡っていきます。まと、フィリップにせが先にね、このアッコに到着するわけですね。死に際だけ切り,切り抜いちゃうと、ちょっとあっけないなって感じになっちゃうんでね。 であの指針をリチャードの方はですねこのキプロス島に上陸しまして、キプロス島を制圧します、でそれからアこコに入るっていうね、まあ、結構リチャードはなんかやることが結構、なんか長い目で見てるというか、戦略がちゃんと見えていて、このキプロスもちゃんとね、あの領地にしといた方が、ここを5詰めできるからねみたいな、補給基地になるからねっていうのも見,見えてたんでしょうね、ここも落としてからアッコに入りますね。 でですね一応フィリップ2世あのそんな目立ちたくないみたいな感じでこうアッコン入ったんですけどみんなそんな気づいてなかったみたいなあれあフランスの王来てたんだみたいな感じだったんですが一方逆にリチャードは後から入ってきたんですけど華々しく入ってくるわけですねおイギリスおしゃいみたいな感じでねうわーイギリスをリチャードみたいな感じでこう迎え入れられるみたいなもういつの間にかもうリチャードがねあの総大将みたいな感じになるわけですねであの一応なんか 2ヶ月ぐらいあったらしいんですけどフィリップ二世先に来てたフィリップ2世もなんか別に状況変えられなかったということで、まあ、リチャードにあの期待がかかるとでなんとリチャードが到着して1ヶ月でえーが陥落します、まあ、自然と総大将になりましてですね、まあ、縄文にね透析機集中しろとかね何かあのリチャードが持ってきた透析機はあの石をね丸く削ってね 当時普通に石ぶん殴るだけだったんですけど、そうです、あのカタパルトでね。リチャードはちゃんと石を、ね、丸く削って、ビューンっつってね。飛距離がすごいぞ、みたいな。そういう投石機の弾を持ってきてたらしいですね。フィリップはね、そんなやる気ないんですよ。ぶっちゃけもう自分のフランスの領土広げたいってやつなんで、もう気が気じゃないの。でも、あの、法王の目があるから、法王からね、あの目つけられるとフあの、フランスの領土を広げるどころじゃないんで、行くしかないけど、みたいな。 皇帝もイギリス王も行くんだったら俺も行かざるを得ないけど、そんなやる気ないの、フィリップ2世。ぶっちゃけ何もしてない <laughs>、えー。えぶっちゃけ何もしてなくて、この後すぐ帰ります。アッコンが落ちたらですね、フィリップ2世、俺帰るわ、つって。<laughs> えってなるわけですよ。リチャードおいおいおい、一緒に来たじゃねえかよ、つって。お前絶対、あれだろ攻めるだろ、イギリス、つってね。いやー、ちょっと、空気合わないっすわ、つってね。 フィリップ2世帰りますでもあの兵隊全部置いていくんでみたいな兵隊は全部部下に任せてですね自分は帰るんですよでリチャードもまあ引き止めはするんですけどいやまあそうまあしょうがないかっつってね兵士置いていくんだったらしょうがないかと絶対お前イギリス攻めんなよっつってねあの宣誓書は書かせるんですよあのー、2人ともねあの帰国しない状態でお互いの領土を侵犯しないことっつってね 制約書を書をかせせてフィリップ2世帰らせま,すまあもちろんね攻めるわけですけどもそんなもんね、まあ、それを置いておいて、まあ、リ,チリチャード1世ねあの総大将になってしまったんでアッコンを拠点にエルサレムに向かうわけですねでだん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 こう南に向かっていきますアッコンからこのヤッファっていうのが、ね、エルサレムに一番近い海港都市ヤッファを目指してアッコンからこうグーッと下っていくわけですねこの途中のアルスーフ ここでですね、アルスーフの戦いというのが起きます一応このリチャードの戦略としてはですねここもとにかく進軍することだとヤッファにたどり着くのが大事だということでまず非戦闘員ね巡礼とかついてきてるわけですけどあと女子供とかねそういうのはもう一切同行禁止と戦闘員だけついてくることとで炎天下めっちゃ暑いこの辺めっちゃ暑いけどち,ちゃんとみんな重武装な重装備を解かないことと で全軍ちゃんと固まって行動するあの騎兵も歩兵もねバラバラに行かずに全員固まって行動することとで反撃しないでとにかく防御に専念して防御しながら防御しながらとにかく前に進めっていうのをねあの戦略として全員に通達して出発しますでイタリアのね商船を横につけましてそのイタリアの海軍が、えー、補給をしたり、まあ、傷病者をね後ろに運んでいったりとか ピストン運動すするわけですねここでこれがだいぶ役に立ったとあの持ち物持たなくていいからね兵士が、まあ、武器だけ持って進軍できるとで、まあ、荷物も軽くなってこれで、まあ、結構ぐんぐんね進軍していくわけですねでサラらにはもちろんこれを食い止めるわけででこの辺がね結構山合いの土地なんでなかなかねこうわっと攻め,攻めかけられないとでゲリラ戦法で何度か邪魔をしようとするんだけどみんなこう針山みたいになって <laughs> あの固まって移動するからなかなかね決定度を与えられないとやるなリチャードというわけですけどこのアルスーフというところが開けた場所なんですねおついに開けたとこ出るぞとここで一大決戦やなってなるわけですねこれがアルスーフの戦い一応書きました のアッコンがここ海ですね、海岸線なんですけど、これ、アッコンから次のアルスーフの街を目指していきます。とにかくリチャードはもうさっさとアルスーフに入ってしまいたいというわけで、この軍を3つに分けてですね、まあえー、先攻はテンプル騎士団だとで、真ん中はリチャードの本体で、で後ろは西洋羽の騎士団だという形で分けていきます。で、全軍、敵から攻撃されても、もう防衛に専念して、反撃禁止な、防衛に専念してさっさとアルスーフにたどり着くことと。 この海岸沿いにはね、あのイタリアの船がね、補給にこう、付いてるわけですね。でここは開けた土地だったので、ここで仕掛けるぞということで、こ,こ林だったんですけども、まあ、ここからですね、あのサラリングがわっとね、仕掛けていくわけです。この一番後ろの最後尾のヨハネア騎士団に攻撃を仕掛けます。で、リチャードは反撃禁止なっつってて、防戦しろ、防戦しろって言うんですけど、めちゃくちゃな大軍だったので、ちなみにこの時の戦力差はですね、えー、っとですね。 まあ、リチャード軍2万の、えー、サラディング4万と言われてますね。だいたい倍ぐらい。で、一応リチャードは先行させて1万ぐらい送ってたんで、実質1万対、えー、サラディングが後ろに1万ぐらい控えを置いてたんで、実際1万対3万ぐらいじゃないかみたいな話がありますけど、まあ、あそれよくわかってません。だいたい倍ぐらいいたんじゃないのかって話ですね。で、後ろにわーっとね、めちゃくちゃ猛烈に、あの、仕掛けられるわけですよ。一応最前線のね、部隊はもさっさと行って、こっちに陣を築くと。 ディオハネ騎士団がもう,もう反撃しないと無理です潰れちゃいますよって、ね、勝手にもう反撃しますねか勝手に反撃しますよって、ね、反撃するんですね、バッとねそしたらリチャードもそれを見てそれさすがにまずいかつってリチャードもこれに加わるわけですね、バッとこの後ろ2部隊でワットを応戦するわけですねで多分サラディンの戦法としてはね、多分こういってこっちも抑えるつもりだった方位殲滅するつもりだったらしいんですがこっちがなんか遅れちゃって天賦騎士団はさっといっちゃうわけですね、先に。 で遅れちゃって包囲できずに、わっと反撃を食らうようになったと。で、このリチャード志士神王がですね、もう前線で、もう殺しも、な、ホンダ忠勝みたいな。ホンダ忠勝みたいなやつなんですよ。もう前線でボコボコに殺しまくるっていうやつで。もう単純に、戦略で勝ったのか何なのか分かんないですけど、単純にリチャードの武力で勝ったんじゃねえかみたいな。もう兵士を鼓舞しまくって、で、本人ももうめちゃくちゃ、あの敵を殺しまくるみたいな。旅婦みたいなやつですね。 それでわーっと盛り返してですね追い返しちゃうとでこちらサラディンヘアわーっと逃げるわけですけどこの林まで行ったところでリチャードを追撃やめじゃうと乱戦乱戦よここにわーっと来てこれを追い返すわけですねリチャードの勢いでねリチャード無双ですまさにリチャード無双で追い返して林の中まではちょっと追撃禁止っつってねでさらにこの林の奥にねあの本体を控えさせて林に入ってきたらここで騎馬隊の足が止まるんで ここをね、打ち取ってやろうみたいな三段もあったみたいですが、リチャーそれを見破ってですね、林には入らないっつってね。で、まんまとこう、アルスーフにたどり着くわけですね。これはしてやられたと。いうわけで、サラディンがね、なんか、まともに負けたと。ま、ね、あの、一回ね、ボールワン4世に負けてますけども、まともに負けたなっていう。しかも、こっちがかなり有利な状況でね、戦略負けしてしまったなっていうところなんですよね。これがアルスーフの戦い。 まあこの頃からこのサラディン側でも、あいつやべえなみたいな。前線でめちゃくちゃ殺してるやついたけど、あれ誰みたいな。あれリチャードらしいぜってって。その頃からなんか獅子神王って言われだしたみたいな話ですけどね。まあ、本当かどうかわからないですけど。これがリチャード獅子神王ですね。で、サラディンもこれ勝てねえっすあっつって。もうこっからはゲリラ戦法ですよね。 さて見事、えー、アルスーフを抜けてヤッファに入るわけですねヤッファまで来ると、まあ、エルサレムまではこの陸地を抑えてしまえばいいわけですねでここで、まあ、ゲリラ戦を繰り広げるサラディンと、えー、なんとかこのエルサレムに近づきたいリチャードがね、まあ、小競り合いを繰り広げるわけですねでただ、まあ、この頃からサラディンと講話のやり取りを開始しますリチャードがね まあそうしつつも少しずつエルサレム方面にこう広げていくわけですね、まあ、そんな中さっきのルジニアンの妻のシビラが死んじゃいましてこの辺もういいかなあんま時間ないしな、えー、このシビラが死んじゃうんですよそれルジニアンエルサレム王だったんですけど一応、ね、エルサレムは失ってるけど一応王家は続いていてあのー、エルサレム王だったんですが もうシビラが死んじゃったらもう女系だったんだからもうえ王様の意味ないよねみたいな感じになっちゃうんですよねそしたらもう一人のモンヘラとコーのコラードっていう人がいてその人もなんかねこの王家の血をつく人と結婚していてどっちがいいみたいになったんですよコラードとルジーアンどっちがいいっつってみんなコラードっつって当たり前じゃんみたいな <laughs> こいつダメだろっつってねルシアンは追われます王家をでシチリアの王になります とかやってる間にまあ今の話は別に良かったですねあ知りじゃないキプロスの王になりますキプロスの王にねそんなことしてる間にフランス王がですねえー、ここですねフランス王がイギリスに侵攻してしまいますおいおい侵攻するなって言ってただろっつってねしかも20人約束を破っていてこのリチャードとの約束も破っちゃったしそもそも十字軍ってさその十字軍に出てる間はあのね神の平和つってね あの内戦禁止だったわけじゃないですかその法王との約束も破ってるみたいな二重に約束を破ってねイギリスに侵攻するわけですねそのあのイギリスからねあの王様やばいですよっつってねあいつやらかしましたよっつって <laughs> 来るわけですねもう帰んなきゃいけないとボロクソにやられてるわけですねでこの頃そのあのどんな戦法を取っていたかっていうとあのリチャードの弟にですねジョン・シッチオっていうやつがいるんですけど <laughs> すごい あのあだ名なんですけどね、ジョン・シッチオってやつがいてですね <laughs>、リチャードの弟を黙らかして担ぎ上げてですね、えー、それでフィリップはですね、あのイギリスに攻め込むわけですよ。ほら、お前らの弟だぞつってね、担ぎ上げて、でなんかイギリス兵たちも、いや、一応王様の弟だし、ちょっとなかなか歯向かえないなみたいな感じでね、あの、なんか戦うに戦えないみたいな感じで、ジョン・シッチを前に前面に押し出して、フィリップはどんどん広げていくわけですね。 イギリスをどんどん攻め取っていくということをやられたんで、わこれはリチャードもう帰らなきゃいけない、めちゃくちゃ領地奪われてるぞと、弟のせいで。というわけで、サラディンとの、ね、和平交渉に入るんですねで。この和平交渉に行ったのがねあのバリアンなんですけど、まあ、映画では、ね、バリアンはもう帰っちゃってるんですけどね、えー。ハッピーエンド迎えてるんですが、一応バリアンは現地でまだまだバリバリ活躍してまして。 バリアントね、弟のアラディールが交渉します、サラディーの弟、アラディールが。で、エルサレム返せ返せないのね、こうやり取りがあるんですけども、なかなかどうしようもないなって言ってたときに、1個はヤッファの戦いっていうのがありまして、まあ、これもね、リチャードのかっこいい話なんで紹介しておきますと、ちょっと兵数足りなくなってきたなっていうので、この、えー、アッコンの方にいいですね、アッコンの方にあのうに兵士集めに行くんですよ、リチャードが直接。 で、その隙をついてサラディンが、お今、ヤッファー、リチャードいねえらしいじゃんつって、ちょっとリチャードにビビってるから、リチャードいねえうちにヤッファー攻,攻め取っちゃおうぜつってね、わっとね、奇襲をかけるわけですね。でリチャードがもうアッコンに行っちゃってるもんだから、ヤッファービビって守備隊しかいないからね、どうしようってなった時に、一応アッコンから兵士をね、こう陸,陸路で送るんですけど、リチャードはもう単身でね、あの、船で、バーっとね、とりあえずヤッファーを目指すわけですね。 で途中ね、あの、向かい風で全然進まないって時にね、神様に祈ったらしいんですよ。いや、ちょっとキリストのために戦ってんだから、ちょっとぐらい風吹かしてもよくねって祈ったら、なんか、追い風になって、すぐにヤッファに着いたらしいんですね。兵士は間に合わなかったけど、リチャードはヤッファに間に合ったと。いうわけでヤッファの戦い。守備隊、残された守備隊が1500人で、サラディンが2万と。いう戦いの中ですね、あのー、まあ、リチャードがどうしたかっていうと、 歩兵にですね、まあ、重にガチガチに歩兵にね、あの装備させたやつに、槍を2本持たせたせと。両手で槍を持たせて、その間に弓兵を配置したっていうね。で弓兵には馬を狙うように指銃を出すとで。敵がね、わーっと牙で攻めてきたら、その、ね、槍ぶすまにブスブスっと刺さるわけですよ。なんだあの戦法はってってねあの、さらにびっくりして、騎兵でね、その突破できなかったと。 なんだあの、ブスマは素晴らしいということで、サラディンは退却したってわけですね。まあ、こんな一幕があったわけですね。ブスマこの辺、なんかまあ古代、どっかであったけどね、ブスマね。<laughs> まあサラディンは知らなかったってことでしょうね。まあ、そんなわけで、一応、いろいろあったんですが、もう、さすがにイギリスに帰んなきゃいけないなっていうことで、講話がね、成立します。エルサレムはもう、イスラム側でしょうがないなと。 うん、いうことで納得しましてただし、まあ、条件付きでねキリスト教の巡礼はちゃんと保護してねと、うん、エルサレムに入っていいようにしてねとで十字軍の土地今持ってる土地ねこの辺の海岸の土地リチャード取り戻したとこありましたねこの辺は認めてねとあと一般人のイスラム教徒とかキリスト教徒はもう自由に往来できるようにしようねお互い商売もできた方がいいよねつってね っていう講話を結びますこれ一応3年8ヶ月という期限だったらしいんですけどこのあと26年続くっていうね、まあ、地元の人たちもねあそれがいいよっつってねみんな認めてたってことでしょうね、まあ、そんなわけで1192年リチャードはねイギリスに向けて、えー、帰還するわけですけどもこれがなんとですね船が雑礁しましてオーストリア港に捕まるんですけどもオーストリア港にね恨みを買っておりましてリチャードは幽閉されますなんと <laughs> リチャード幽閉されましてであの塔にね閉じ込められるんですよねリチャードで暇すぎて歌歌ってたらたまたま通りかかった銀融詩人がその歌を聞き止めましてあれこの歌はまさかリチャード王様が歌っていた歌ではつってね銀融詩人が気づきましてえリチャードが捕まってるとでその銀融詩人がねあのイギリスにそれを届けましてリチャード居場所がバレるとで困ったオーストリア校はとりあえず皇帝に送ろうっってね あの神聖ローマ皇帝に送るわけですねでローマ皇帝もねイギリスの王様捕まえたっつってなんか何かやり込めてやりたいんですけどもあのとりあえずじゃ裁判を起こそうでっつってね裁判を起こすんですがあのコラードって言いましたよねあのエルサレムを継いだルシニアルコラードがいいっつってねコラードが継いだんですがそのコラードが、ね、すぐアサシンに殺されるんですよでそれなんかリチャードが殺させたんじゃねえみたいなそれで裁判するんですけど言いがか,かりなんですけどね アサシンっていうのはあの発獅子を吸う人たちっていう発獅子っていうあの麻薬なんですけど麻薬で気持ちよくなって疼水状態になって人を殺すっていうねその発獅子が英語になってアッサシンアッサシンになったっていうのがアサシンの語源なんですけど、まあ、これこそまさにアサシンクリードねやってる時代ですよ今まさにこのリチャードがいた第三次十字軍がアサシンクリード1の世界ですそのねアサシン教団の一番トップの山の老人っていう謎の人物がいるんですけどそいつがね 裁判に、いや違いますよ、つって。リチャードの命令じゃなくて、我々が勝手に殺しただけですよ、つってね。あの、送っちゃうんですよね。で、まあ助ける気持ちはなかったんですけど、その、アサシンクリーイもあったみたいに、いや、我々はその命令されてやったんじゃなくて、我々の教授に基づいてやったんだみたいな。別にリチャードを助けたいわけじゃないけど、プライドがあってやったんだみたいなね。それ山の老人っていう謎のね、アサシン教団率いる謎の老人がいるんだけど、山の老人ってやつが。 それでリチャードの裁判も流れてしまい困った皇帝もねどうしようかこのイギリスを捕まえてるけどどうしようかなって世間体もあるしななみたいなとりあえず保釈金払ったらいいよって,って莫大な保釈金を、ね、イギリスに、ね、突きつけるわけですねでリチャード王を待ち望んでるイギリス人たちはもう何とかかき集めてね教会のなんか食材とか売ったりして何とかかき集めてリチャード王を、ね、あの解放するわけですねそうこうしているうちにさらに死んでます 安らかに死んでますね <laughs> そうこうしてうちにサラディン死にましてでようやくリチャードはあー凱旋するわけですねイギリスに凱旋した途端もうフランスボコボコですよもうすぐにね湿地回復しますねでフィリップもなんかあのリチャードが帰ってくるまでは調子よくやってたけどあのもういいよっつってねジョンをねはしご外したみたいに突き放すわけですねお前もいらねえよっつってね でジョンも困っちゃってあの兄貴のリチャードにすいませんっつって泣きついたらリチャードはいいよっつってでフィリップとしてはその兄弟間のい、ね、さかいを狙ったんでしょうけどリチャードはいいよっつって許しちゃったもんだから兄弟間のいさかいも起こせずフィリップもどんどんねあの領地をまた奪い返されていくというわけですねで結局1198年までかかるんですが、まあ、ほぼほぼリチャードは湿地を回復しましてほぼ給料回復するというわけです、まあ、戦はとことん強かったんでね もうバチバチに、ね、フィリップをぶ,ぶち破っていくわけですね、まあ、ところがその翌年、あのーまあ、前線に出ていく王様だったがゆえにです、ね、あの弓矢で撃たれてしまいましてその弓矢の焼き酢で,です、ね、原因になって、えー、死んでしまいますリチャードでリチャード出身を子供がいなくてですね誰が継ぐんだって言ったらねジョンが継いじゃんジョンが継いじゃうんですよ ジョンが即位中にですね、あの、せっかくリチャードが回復したし、あの、給料をですね、またすべてフィリップ2世に奪われるという。<laughs> でめちゃくちゃ奪われてるんですよ。あの、フランスのね、半分ぐらいとかね。フランスの西半分ぐらいイギリスが持ってたんですけど、その,リチ,ャあのリチャードがね、全部取り返したのに、ジョンになった瞬間にまた全部持ってかれちゃって、なんだよって,ってね。で、シッチオっていう名前がつきます。ジョン・シッチオこれは有名ですね。 せっかく兄貴リチャードが作った、ね、広いあの領地を、ね、全てまた失ってしまったというわけです冷静に考えたら2回失地してるからな <laughs> 冷静に考えたら2回失地してるよな、まあ、そんなわけでリチャード,世あーリチャード1世死去ですね で、これに関してはねですね、あの、まあ、なんでしょう、リチャードめっちゃ頑張って勝って、で、エルサレムもう一歩でそこまで行ってたじゃないですか。だからそれで、あの、フィリップ2世の策略があったんで、途中で引き上げて戻ってしまったと。ちょっと残念な終わり方だったんですよね。で、こっちの法皇たちは、その、こっちの現地のさ、リチャードの頑張りとか知らないからさ、決勝でも失知でも大丈夫ですよ。あの、 知らないもんだから、おいおいおい、エルサレム落としてないじゃねえかっ,つって、失敗だったな、第三次十字軍は、みたいなことを言うわけですよ。あんなにね、華々しかったリチャードの活躍をね、不意にするような、はい、第三次十字軍、失敗でした、みたいな。<laughs> 早くエルサレム取り返してこいや、つってね、はい、第四次、第四次、みたいな言うわけですよ。<laughs> すぐ第四次行けや、みたいな言うわけですね。インドケンティウス三世。一方、その頃、サラディン死んじゃったんでね、あの弟のアラ,アラディールっていうやつが頑張ってたんですね。 で、アラディールはね、あのー、お兄さんサラディーと仲が良かったんで、サラディーに息子を盛りさせてたんですが、サラディーに息子たちがね、兄弟争いを始めちゃったもんだから、周りからね、もうアラディールさんなんとかしてくださいよ、つって、アラディールはもうしぶしぶスルタンに着くっていう。スルタンってあの、総理大臣みたいなポジションなんですけどね。そこに着くと。いや、第4次はもうさらっと行きます。第4次十字軍、わーっと集めました。で、ベネチアにね、あの、全軍の輸送を一任しようっていうのでね、ベネチアさんじゃあ、あの、イタリアの、 あの商業都市なんですけども、じゃあベネチアさんに運んでもらおうっつってね。でベネチアさんが、じゃあいくらですってね。いくら集めてくださいって言ったわけですね。わかりましたっつってね。その翌年ですね。予定の3分の1しか集ま,集まりませんでしたっつって。<laughs> あの、実数よりも3倍見積もってたっていうね、兵数を。ただ、それに対してベネチア側は全部ね、完璧に船用意してて。えー、でもこんな船用意したのに3分の1しか兵士集まんなくて。 お金も3分の1だったらじゃ無理っすわっつってベネチアとしてはもう船用意してるんですから金払ってくださいよっつってで払えませんってなるわけじゃないですかえ、じゃあ払えないんだったらちょっと僕らあの欲しい街あるんでそこ一緒に攻めてもらっていいっすかっつってそこの街攻めと一緒に攻めとってくれたら借金ちょっと伸ばしていいっすよっつってねしぶしぶまあ OK するわけでそれあのキリスト教徒の街だからね全然普通にこの辺のこの辺のキリスト教の街なんですよこの辺のね ベネチアとしてはね、ここはベネチアだからこう、ね、商業ルートを確保したいから、ここの街が欲しいんですよ、つってね。この辺かなこの辺の街が欲しいんですよ、つって。言うわけですよ。で、まあなんか、法王にはなんか怒られそうだけど、まあ、しょうがねえかつ、つ借金払えないしな、つってね。なんと十字軍がキリスト教を攻めるわけですね。<laughs> で、ここ占拠するわけです、まんまと。まんまと占拠するんですが、法王はそれを聞いてね、はい、第四次十字軍全員破門って言うんですけど。 でも、あのいやちょちょ、わざとじゃないんすよって、借金が払えないから、あの僕らあのエルサレムめっちゃ行きたいんですけど、借金払えないし,しょうがないじゃないですかって,ってね。したら、鳳も波紋取り消すんですよね <laughs>。波紋取り消して、じゃあしょうがないかって,ってね。で、この町を取ったときに、じゃあいよいよエルサレムに行くのかと思ったらですね、今度はこのビザンツ帝国の王子がですね、あの泣きついてきましたこの第4次十字軍のやつらに。泣きついてきてですね、 大井継承権でごたごたしましてあの自分のおじさんに乗っ取られたぞとあの自分の親父がねなんか目くり抜かれて老屋に投獄されていると助けてくださいっつって、ね、であの十字軍なら分かってますエルサレムに行くの分かってますけどなんとかコンスタンティノープルに来てくれないっすかねっつってでうちの僕を王様につけてくれたらあの何でもしますからっつってね十字軍めっちゃ協力しますし お金出しますし、つってねで。何より魅力的なのが、さっき冒頭で述べたように、東側のローマ帝国はギリシャ正教会でしたよね。で、西側がカトリックでしたよね。で、西の、えー、カトリック側としてはこれ統一したかったんですよ。全部カトリックにね。で、あの、それやります、つって。ギリシャ正教会カトリックに従属します、つって。統一しますよ、つってね。で、それは魅力的だなと。 で第4次十字軍の連中も、鳳凰は喜ぶだろうな、つって。カトリックがね、ギリシャ正教会も全部飲み込む、つったらね、それはありだな、つって。で、鳳凰に一応お伺い立ってたら、うーん、まあでも、十字軍がキリスト教徒、一応違うとはいえキリスト教徒じゃん。ギリシャ正教会とカトリック違うとはいえ同じキリスト教徒なんだから、それは良くないけどね、ぐらいの <laughs>、止めないみたいな <laughs>。良くないけどね、みたいなことを言って、もうなんか、 目認するみたいな感じなんですよねでその目先の利益に目がくらんでコンスタンティノープルをなんと十字軍が攻めてしまうわけですよ同じキリスト教徒どういうことなんだって話ですけどねもともとイスラム教徒と戦う異教と戦うって言ってたのが同じキリスト教徒を攻め出すといわゆるコンスタンティノープルを陥落させますねでなんかラテン帝国ってねよくわからない帝国をこれ作るんですけどそのなんか何でもしますからって言ってた王子がですねそのいろいろあった間に死んじゃうんですよ で結局保護になっちゃってその約束果たせずで何のためにやったんだみたいな、ね、話なんですけどね、まあ、結局十字軍がここを治めてラテン帝国っていうのを築くんですが、まあ、結局一番利益があったのはそのベネチアですよねここの商業ルートは確保できたみたいな感じでですねだからもううやむやで終わっちゃいます第四次十字軍何だったんだって話ですよねベネチアがねこの地中海の 覇権を握ったっていうぐらいですかね完全に瞑想ですねで少年十字軍はまあちょっと省きますじゃあ第五次じゃと <laughs> 第四次は三胆たる結果でしたが第五次じゃっつってねホノリウス三世がですねあの聖地の,、まあ、あのこの時ですね、まあ、あのリチャードが死んでからもう結構経ってますけども あと10分かちょっと延長しとくか一応延長しとくか一応ないやこっからねたぶんさらっと終わると思うけどね念のためな10分で終わると思うけど念のためなよし ホノリウス三世ですね現地のエルサレムの人たちは普通にあのリチャードとサラディン間の講話で普通に巡礼できますよとでしかもその巡礼の間はねあのイスラム側が保護してくれるっていうので現地人は割と満足してたんですよね商売も普通にできるし公易もで普通にエルサレム出入りできるしおっいいじゃんいいじゃんみたいな十字軍のこととか忘れてたんですよそれを聞いたホノリウス三世何っつって タルんでるっつってね、現地のキリスト教徒が異教徒と仲良くしちゃって、たるんどるぞっつってね、今すぐ第5次十字軍を派遣しなさいっていわけですね。でも誰ももう行きたくないわけ、十字軍なんて。なんか変なことになったし、第4次は。誰も行きたくないですってなって、そしたらもう、現地のやつで行けやっつってね。もう誰もこっちから行かないかもしれないけど、現地のやつ行けよっつってね。現地に一応エルサレムをいたわけじゃん。なんかね、脈々と一応、エルサレムは持ってないんだけど、なんかね、こう、こっちの。 方にいいたわけよ一応エルサレム王っていう名義でねもうお前が現地のやつが行きなさいっていうわけでその時エルサレム王ブリエンヌってやつがいたんですけどそれでケツを叩いてねあの十字軍を起こせってってね行くわけですよこれが第五次十字軍、まあ、ほぼほぼ現地の勢力ですね一応法ホ府ホ代理の,のペラーヌってやつがね法王ホホ代理でこう監視役で来るんですけどねでまあブリエンヌってもう誰ですかみたいな感じで人材がいないですよ人材が 人材不足、準備不足で、とりあえず法皇から言われたから、もう行かなきゃしょうがない、行くしかねえのか、つってね、これで平和だったから、これでいいじゃんと落ちてたんだけど、現地の人たち。行くしかないなってなって,なってたんで、まあ、どうしようかなってなって、えー、きくエルサレムに行くのちょっとやばいんで、こっちが大事だなって、こっち、エジプトがね、結構メインだったんですよ。一番栄えたのがイスラム界でね、これダマスカスもあったんですけど、カイロの方が栄えてたんですよね。こっちの本拠叩けばいいじゃん、つってね。 回路を叩きに行こうっていうこうとでエルサレムよりはちょっとこっちを行くと。こっちを落としたらエルサレムも,、ね、もう自然と落ちますからっていうのでこのダミエッタってところですね。ここに上陸します。これはダミエッタ攻略戦ですね。1218年ダミエッタはですね割とすぐ落ちるんですよ。ダミエッタ陥落。 この頃あのサラディンの弟アラディールももう死んじゃっていて、割と内戦状態になってるんですよ、また、こっちも。サラディンと、ね、弟のアラディールっていう指導者が失ってしまったがゆえに、こっちもね、このダマスカスとカイロでまた対立関係が生まれてで、カイロの方がなんかね、重要地点になってきてたんで、ダマスカス側のこっち、知り合い側の領主たちは、おいおい、みたいな。こっちが本拠地だろう、みたいな。 エジプトを遊具しすぎじゃないみたいな感じになっててこの辺がなんかねバチバチしてきたんですねそのせいもあって意外にダミエッタを落としちゃう成功しちゃうみたいなことになります <laughs> まあただ結局この辺の漁師たちの反乱が起きて、えー、アラディールの後を継いだアルカミールってやつなんですけども、えー、退却してですね、まあ、ダミエッタ落とされたんでちょっと講和しましょうよってってね講和が来ます であと、このダミエッタから退却したら、エルサレム返しますよ、っつって。もういいじゃんってなる,なるわけもともとエルサレム欲しいんだから。エルサレムとなんならこの辺のヨルダン川流域も全部あげちゃう、っつってね。もともとのエルサレム王国第一で奪い取ったあそこ全部あげちゃいますよ、っつって。ここを返してくれたら。え、いいじゃんってなるんですけど、あの、鳳凰代理のペラーヨってやつ来てましたよね。ペラーオが断固反対しまして、おいおいおい違うだろ、っつってね。 異教徒とキリスト教徒はキリスト教徒が上なんだから、なんであんな下船の異教徒と講和を結ぶんだと。まず講和って対等にあることでしょうみたいなね。そもそもサラリンとリチャードが講和を結んだのもなんか面白くないし。エルサレムは血を流して解放しないといけないんだよ、つってね。異教徒と講和なんか持ってるのかなっつってね。強行に反対するんですね。だエルサレム無血でね、解放します、返しますって言ってるのを保護にしてですね。 結局ダミエッタをね、占拠するわけですねでその後ですねえー、っとですね1221年になってですねあのー、結局ダミエッタにその雨季が来まして雨季がこのナイル川の氾濫の時期が来ましてここナイル川ですねナイル川氾濫の時期が来ましてあこれチャンスだなってなってねここの普段ダムを調整して 洪水にならないように調整するんですよね。ナイルがあって氾濫するから。で、それを、こっちアレクサンドリア側はね、ちゃんとダムを調整したんですけど、こっちそのまんまにしたんですよね。こっち洪水になっちゃって、ダミエット全部流されるっていうね。十字軍も洪水でやられちゃって、しかも洪水が来ると次疫病が来ますから、やべえ、やられちまったっつってね。結局ダミエット取り返されちゃうんですよ。でちょっとダミエットから引くんで、またエルサム返してくれますっつったら、ノーっつってね。<laughs> 早く帰れっつってね。 失敗するわけですねこれ何だったんですかっていう第5時10時ぐん <laughs> 第5時10時ぐんも何だったんです第4時も何だったんですかだったんですけど第5時もなんか何だったんですかで終わるっていうやつですね、まあ、完全に無駄に終わりました <laughs> さあそしてですね えー、次はですね、1227年。で、第6次十字軍ですね。第6次十字軍は、まあ、ちょっと面白い。あの、年表だと3行で終わってますけども <laughs>。年表だと3行で終わってるんですが、割とちょっとここは面白くて、フリードリヒ2世というね、これも新生ローマ皇帝ですね。この人はちょっと面白くてですね、えー、元々もともとあの、イタリア南部の方のね、 王様だったんですよまあそれが、えー、ドイツ皇帝神聖ローマ皇帝も兼ねるという形になりましてであの元々この辺イスラム教徒多いんですよねこの辺の王様だったんですけどこ,こ元々もノルマン人がイスラム教徒から土地を取り返したところなんで結構イスラム人が多かったとであのフリードリヒ2世は結構幼少の頃からねイスラム人との交流があったりしてであの独学で語学をいろいろ学んでたりしてですね結構アラブ語もペラペラだったと王様なのに。 自分の配下にもイスラム教徒が何人かいたっていうわけですね何人かというと結構いたわけですねでそんなフリードリヒ2世まあ神聖ローマ皇帝なんで結構安定していたわけですねフランスとイギリスはバチバチに戦ってたんでえー、ローマ皇帝神聖ローマ皇帝は割と安定していたとで第5次の失敗を受けて第6次十字軍行けよって、まあ、当然お鉢が回ってくるのはフリードリヒ2世だったわけですね で法皇がねあの、どんどん要請してくるんですよ、フリードリヒ、今年は行くんですかみたいな、もともとシチリアに住んでたんですよね、今年は行きますよね、みたいな、でフリードリヒが、いや、ちょっと国内をとりあえず安定させてから、みたいな、人こうはぐらかし、はぐらかし、まあ、行きたくないわな、十字軍、行きたくないから、はぐらかし、はぐらかししてたんですよね、まず国内をあの統一してからでいいですかみたいなこと言ったらですね、だんだん、あの法皇があの切れてきて、 脅迫めいてくるっていうね、おい十字軍行くんだろうなっつって、行けよだんだん切れてくるっていう方法が。で、グレゴリウス9世になった時にですね、もうお前そろそろ遠征行かないと波紋だぞっつってね、<laughs> いつものお得意なね、波紋を出してくるわけですね、波紋カッターっつって。でも行きます行きますよっつって、フリドリン2世、行きますからっつってねあの、準備整えるんですよね。 でただ1回あの船内であの船に乗ったんですよもう行きますよっつって船に乗ったんですけど船の中で疫病が起きちゃってあちょっとだめっす帰りますっつってね1回引き返しちゃったんですよねでそれを聞いたグレゴリウスブチギレお <laughs> いおいおい遠征靴何帰ってきてんだっつってね本当に破門しちゃうんですよフリードリヒ2世破門破門するんですよねいや行こうとしてましたやんっつって疫病ですやんっつってはいどうせまたはぐらかしだろうみたいな 感じでここバチバチチやってんですよでしかもその翌年1228年波紋解かれてないのに波紋状態なのにまた波紋するっていうもうどんだけぶち切れてるんっていう現,時現状で波紋されてるのに波紋解いてなくて波紋状態を波紋するってもう意味がわからないよねさらに波紋っていうねでこれであの政務禁止っていう,うより重い波紋になりまして より重い波紋になりましてですねもう領民全体に領民全体ねマン羅の惨劇何それ多分こっから駆け足なんでマン羅が分からん俺どこまでいったっけ領民全体ねまああの波紋された王様に使える必要はないぞっつってもう税金払わなくていいです あともう十字軍じゃないんだから破門されてるんだから十字軍じゃないんだからあの皇軍の,略あの妨害していいですよフリドリヒ二世の軍隊の妨害とか略奪していいですよっていうお触れを出すわけですねあれこれって法王が十字軍邪魔してないっつってみんなもちょっと気づき出すんですよねみんなも気づき出してあれフリドリヒ二世は 十字軍行くっつってんのに法王が邪魔してるじゃんっていうの気づいちゃって結局フリードヒン2世は破門された状態で十字軍出発するんですけど一応みんなついていくみたいなね感じで一応第6次十字軍が出発しますただもともとこのドイツにいた頃からフリードヒン2世は戦いたくないっていうのであのずっとねアルカミールと交渉してるんですよねまあ平和利になんとかエルサレム返してもらえないかなっつって で、ただ、軍備はめちゃくちゃ整えて、えー、ちゃんと出発しまして、アッコに到,達到着しますね。で、一応アッコに到着して、ここでもアルカミールとね、交渉を引き続き続けます。で、一応、ね、船底が浅い船も作って持って行ってて、このナイル川をなんとね、こう、ナイル川に入れる船。船底が浅いから。 川なんですけど、ナイル川を遡っていてカイロに直撃できるぞっていう、かなりガチガチのね、軍備を整えていくわけですね。で、アルカミール側としても、アルカミールはね、あの内戦が一応集結して、一応まとまってたんですよ。なので結構ね、抗戦派が多かったんですよね。こっちのイスラム側としては。戦おうぜみたいなやつが多かったんですけど、いやでもあの軍備はやばいぞと。アルカミールから見て、ナイル川も遡っちゃって、カイロやられたら終わりじゃんっていうね。 なんでアルカミルとしてはエルサレム渡しちゃいませんかっつってねエルサレム渡しちゃったらもう十字軍来ないでしょっつってでエルサレム渡すことにするんですねただし条件があってあのー、エルサレムの東3分の1東3分の1あの岩のドームとかあるところイスラムの、えー、聖地があるところは イスラム側にしてて、もらって残りの3分の2はキリスト教徒にしますよとあとエルサレムの外側は全部イスラムなみたいなでイスラムエルサレム孤立しちゃうから城壁は直してあげるけど街の中はキリスト教徒にあげるけどその周りイスラムなみたいな条件付きだけど一応エルサレムを取り返すわけですね交渉で,で一応それで講話が成立しまして <laughs> えー、なんと一滴の血も流れずにエルサレムを取り戻すんですよね交渉だけででこの何て言うんでしょうフリードルヒ2世はなんか初めて玉座に座った近代人みたいに言われてて本当に考えが進みすぎて頭がめちゃくちゃ良すぎてそれ一番いいじゃんその無血でねエルサレム取り返せるっていうのは交渉に交渉を重ねていて軍事力を背景にした交渉を重ねて で相手側のアルカミールもまあ、それだったらしょうがないかということで納得してエルサレムをまあ奪還したわけですよ。あのサラリーに奪われたエルサレムをね。エルサレム奪還したってたらねめちゃくちゃヒーローなわけですがなんと破門されてるし周りも全員反対するんですよこの講話に。エルサレム帰ってくるけど何なんだよそれみたいな血流さないで解放しても意味ねえよとかねその異教徒と講話結ぶとか考えられんみたいなね。 評判が悪いでイスラム側からも評判そもちろん法はブチ切れイスラム側もなんでエルサムただでは返すんだよみたいなでそいつらはその軍事力が見えてなかったりするんだよねでこれ仕方ないんだよみたいな言うんだけど両方からねあのバッシングを受けるんですよこの講話なのであの 十字軍側としても、あのエルサレム司教がついてきてたんですけど、いや、私はエルサレムには行かないっつってね、エルサレムの司教なのに、いや、エルサレムはこうあれゲットしたとかもう意味ないっつってね、アッコンから動かずに、私は認めないみたいな、ずっとエルサレムに行かないみたいな、エルサレムの司教がで。イスラム側はもう今でもこれは屈辱だって言ってたりするらしい、歴史書で。で、キリスト教側も猛烈に反対してると。無血でせっかく奪還したのにね。 一応あの塩野七海先生の本だとフリードリヒ2世の像って1個しか残ってないらしくてなんかのみでめっちゃ削られてるっていう <laughs> フリードリヒ2世の銅像か石,石像かななんかねめちゃくちゃ不人気なんだよキリスト教徒の間で画像検索してみてくださいフリードリヒ2世の像で顔をのみでゴリゴリに削られてるんだよね で他にもなんかそういう像とかが残されてないんだってだからなんか戦犯物みたいな無血でエルサレム取り返したのにもうキリスト教徒の橋だみたいな感じになってるっていうことらしいんですよめちゃくちゃな功労者で今だから近代現代人から見たらねものすごい優秀な王様だったんですけども当時の人から見たらもうなんだこいつみたいな本当にキリスト教徒かみたいなね感じだったんですよね でまあフリードヒーニセ世の考え方が進みすぎていたと。本当に近代的な考え方をしていたがゆえにで、フリードヒーニセ世も進ねちゃってますよね、本当に。えー、エルサルム取り返したのに、プンプンしてね、もう帰っちゃいますよね。で、これ面白いのがですね、フリードヒーニセ世がなんで帰ったかっていうと、あの、教皇、法皇がですね、あの、 フリドリヒ二世の南イタリアに侵攻するっていう、これどうえって思うんですけど <laughs>、あの、法王の軍勢がですね、まあ法王は軍勢持ってないんですけど、法王が、フリドリヒ二世はもうあいつ破門したんだからもうキリスト教徒の敵だっつってね、攻めろっつってですね、なんとあのフリドリヒ二世の領地だった南イタリアに軍勢を送るんですね。やつはキリストの敵だっつって。で、それでまあ、帰国せざるを得なくなったんですけど、 フリードヒンにしても立場が難しくて破門、まあ、されてるとはいえ帰国したところではキリスト教徒同士で殺し合うわけにもいかないし法王の軍勢と戦うわけにもいかないっていうのでなんとかいろいろねあっちこっちにね死者を派遣したりしてなんとか無血でね治めたらしいんですけどまあ大変ですよまあ一戦も交えずに一応領土はね回復したみたいですね <laughs> もうなんか破門しちゃったらもう異教徒と同じだから殺せみたいなことでしょうね 苦労してますね1230年に、えー、平和の接吻とってね仲直りイベントを行ってなんとか仲直りしております鳳凰とキスしてね仲直りするってやつですねまあ、そうやってね、まあ、苦労して手に入れたエルサレムだったんですが1244年にです、ね、なんとまあイスラム側もねそんなにあの平和的にやろうって思ってたわけじゃなくてまあ反対が起きてるわけですよねその反対の急進派がですねエルサレムを落としちゃうわけですね勝手に。 またエルサレム落ちたよっつってね第7時10時分ですまたエルサレム落ちたよっつってであと残りは第7時と第8時で終わりなんですがこの2つはですね同じ人物が、えー、主にやっておりますというか、まあ、1人ですね、まあ、ほぼほぼ1人で攻め込んでおりますこれがですね聖王、まあ、聖なる王っていうね意味を持つルイ9世ですね まあフリードリヒ2世そんなね、キリストの敵だって嫌われてたわけですけど、フランス王は逆にですね、めちゃくちゃ敬験なキリスト教徒だったんですね。キリスト教大好きみたいな。で、鳳凰とも仲良くて。で、フランス王はですね、まああの、まあさっきのジョン・シッチ王のおかげで <laughs>、ジョン・シッチ王のおかげかなんか知らないですけども、フランス王権はだいぶ安定してきておりまして、ああフリードリヒ2世もね、なんかいろいろあってですね、割とフランスが、 こう一強みたいなちょっと恩健としてまとまってきたなって感じになってきてたんですよ、まあ、そんな中ね幼い頃からあのキリスト教徒としての英才教育を受けてきたルイ9世がですねじゃあ十字軍行きましょうということで第七次十字軍ですよでこの第七次十字軍も、まあ、かつて見た第五次と同じような感じでこっちを目指すんですねダミエッタの方、まあ、またイスラムの本拠カイロを落としに行きましょうってことですね で西欧累級旧ダミエッタに上陸して僕はあっさり取っちゃいますダミエッタあっさり取っちゃうんですけどもでまたねあのエルサレム返すから休戦しましょうっていうのもまた拒否します当然ですねこれ勝手に拒否しますフランスを瑠偉旧姓が勢教を取ったね幸せなんか無理だっつってねでもちろん回路に行くわけですから次のマンスーラに向けてね行くわけですね でこの時はあのリチャードみたいに船をね横付けしていってたらよかったんですが、まあ、そういう戦略はなくひたすらマンスーラに向かっていたというわけですがここですねマンスーラの惨劇っていうねひどい事件が起きるんですよで自分のね弟を連れてきてまして、まあ、弟を先遣隊として、ね、テンプル騎士団と一緒に派遣したんですよマンスーラにマンスーラっていうか途中にねでマンスーラには勝手に攻め込むなよって言ってて全員あの合流してからマンスーラ攻めだって言ってたんですよね 先見隊がなんか敵に勝っちゃってもうこれいけんじゃんっ,って弟も若くてさ武功が欲しかったからでテンプル騎士団もいけいけだから、ね、テンプル騎士団も人殺すあの人じゃねイスラム教徒を殺すことしか考えてないからちょっとつ申しんなんであの弟のねあの暴,何暴走に乗っかってテンプル騎士団も一緒にマンスーラ勝手に攻めに行っちゃうんですよでルイ九世は一応合流してからって言ってたのに 言ってね、一緒にワーとマンスラ攻め込んでますよねそしたらもう城門が開いてて「あれあいつら逃げたんじゃね?」っつって「わ」ってね割れ先にと「マンスーラの城門入っちゃうんですよね」そしたらなんとあのこう上の屋根の上とかにね待ち構えてまして路地,路地に入ってきたテンプル騎士団たちにボコボコっとね石とかを投げつけて石田の槍田を投げつけてきてなんとここに入った弟とテンプル騎士団全滅というねほぼ全員死ぬっていう大惨事が起きるわけですね でこの時このマンスーラを守っていたのがマムルーク兵っていう奴隷兵ってやつで元奴隷兵ってやつですねまあ兵士としてあのーまあ、元奴隷なんですけど奴隷なんでねもう命はないものと思って育てられたようなもう兵士の中の兵士みたいなやつがですねマムルーク兵そういうやつらがここを守っていたとで全滅させられてしまったわけですね で、これでちょっとやべえぞってなってね。あの、累急戦も、え、ちょっとやべえなっ,なってなってたんですけど、結局この、えー、マムルーク兵たちに囲まれてしまいまして、めっちゃ強いんですよ、マムルーク。もう、英才教育だよね、兵士の。もう奴隷なんだから、命を命と思わずに、やれみたいな感じでね、育てられたような、元奴隷兵ですよ。マムルークたちにも囲まれてしまいまして、なんとあの、累急戦率いる全軍がですね、捕虜になるっていう <laughs>、そんなことあるっていうね。 あの下級兵たちがもう次々に勝手に降参しちゃうんですよみんな降参しちゃって囲まれちゃうからうわやべえって,んて結局ルイ9世も全員捕まるみたいな軍全体が降伏するみたいなね捕虜になるみたいな <laughs> そんなことあるみたいなことが起きるんですけども,うもちろん莫大な身の代金ですよね莫大な一応半額払ったら王様は介護してやるから残りの半額集めてきなみたいな感じでね 資金集めに奔走することになります。累急性。えー、帰国できたのが1254年ということでね、4年間、まあ、いろいろね、金策を講じたわけですね。まあ、テンプル騎士団に金借りたりとかもいろいろしてます。そのわけで、第7十字軍、大失敗ですね。<laughs> 全員捕虜になって終わるっていう。まあ、その頃ですね、えー、モンゴル帝国がね、わーっと伸びてきた時代ですよ。まあ、まさに元寇の時代。日本は今、鎌倉幕府の時代ですね。 モンゴルがバグダッドを制圧したと思ったらダマスカスまで制圧しちゃうわけですねこれもまたひどかったみたいですけども全員皆殺しでねあの死体の山築きすぎてあの疫病が蔓延したんで結局誰も近づけなくなったみたいな死の町になったっていうねひどい話ですけどモンゴル帝国がなんとこのダマスカスまで来ちゃうんですねあの世界の方多分陸地だと多分世界一広かったでしょうねでここでさっきのねあのマムルーク兵 がですねかなり調子に乗ってしまってこのルイ9世を捕まえたことによってどん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 上り調子になっていきましてですねで最後決定打になったのがこのダマスカスから来たモンゴル兵をなんと打ち破っちゃうんですねアイン・ジャルーン戦いっていうところで勝っちゃうんですよあのモンゴル帝国になんとそれでですねこのマムルーク兵たちが国を建てまして奴隷王朝っていうね世界史の教科書に載ってるんですけど奴隷王朝っていうのができまして でガン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 この十字軍領土とかもねどん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 潰していっちゃうんですよねで最終的にこのアンティオキアが落ちてしまいますでもエデッサもアンティオキアもエルサレウムを失ったっていうわけですねもうほぼほぼなくなっちゃったぞっていう話なんですよでこの新さをなめさせられたね霊急性もう一回行くぞっていうそのマムルーク朝ですねマムルーク帳世界史の日本の世界史教会社だと奴隷王朝って載ってると思います 一応、なんとか町って難しい名前を今回ね、全部省いてるて感じなんですけどね。そう、引き入れるのはバイバルス。で、ルイ9世、あんなにね、痛い目にあったんですけど、私はもう一度帰ってくるぞって言ってたんですよ。やっぱ、敬験なキリスト教徒だからさ、あの、十字軍やってエルサレム解放したいのよ。もう一回行きますってって、第8次十字軍ね。今度何したかっていうとですね。<laughs> えーとですねこっちから行こうぜっつってこっち行って失敗したからダミエって言って失敗したから意表をついてさ敵の裏をかくっつってさこれチュニジアねここ <laughs> イタリアからこっち上陸してさこういったらさ裏かけんじゃんっつって <laughs> ここに上陸する遠すぎるだろっていうね <laughs> 遠すぎるだろここっていうねこれ第8次十字軍ですね 遠すぎてビビるっていうねいやいよいよ大詰めですね <laughs> 一応このチュニスっていうとこね占領してであの弟がこのシチリアにいたから弟待ってたんですよチュニスででそしたらですねあの一応あのチュニスで勝ったんですけど フランス軍ね。ここであのルイ球世病気にかかっちゃいましてなんここで死んじゃうんすよこんななんもないところで <laughs> こんな何なんもないところでもう体調崩しちゃって死んじゃうんすよルイ球世。でもう王様死んだから帰ろうっつって帰るんですけどこれ冬の海だったんで冬の海で結構船も沈むみたいなもう散々 <laughs>。 何これ十字軍ですか本当にみたいなこれで終わりです第8十字軍 <laughs> ただこの功績というかねもう2回も十字軍行ってねもう本当にキリスト教徒だなキリスト教徒の中のキリスト教徒だなっていうので琉球世はなんと劣勢されましてね聖人になるわけですキリスト教徒の中の聖人としてね祭り上げられ,るられることになると何にもしてないじゃんっていうね後世の我々からしたらねさっきのキリストの敵だって言われてたフリリドリヒ2世の方がすごい画期的なことやってエルサレムを奪還してたにもかかわらず あっちはねキリストの敵だってね、のみで銅像壊されたりしたのに、こんな何もしてない類急性、何もしてないところがもうえ、やらなきゃよかったのにの類急性の方が劣勢されているというね、この十字軍通して劣勢されたのは、この類急性だけというのがすごい話ですけどね、いやー、すごい話なんですよ。まあ、あと15分ぐらいですか、あのーまあ、一応ねなんか 狡猾にっていうとあれですけどエルサレム取り戻したやつよりは負けて死んだ方が尊いっていうもう純何ていうの純死じゃないですけど純教した方が尊いっていうことになるわけですねだからもう異国の地で、ね、死んじゃった王様っていうことで、うん、評価が高いってことなんでしょうか。 このあと結局ね、そのバイバルスっていう奴隷王朝に追い詰められて、えー、結局もう全部駆逐されます十字軍王朝はで最後アッコンっていうところに立てこもるんですがここもあえなく落とされてしまい、まあ、第一次十字軍で築き上げた、えー、十字軍国家は全てなくなってしまうということですねで1303年にアナアニ事件というのが起きますね、まあ、これも有名なんですけどもそれでフランス王が結構ねあの調子づいてて まあ2回も十字軍を送ってもね、全然国力は衰えず、だん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 ,だんねあの、絶対王政に近づいていくわけですね。どんどん,どんどん王様の権力が高まっていくと。というわけで、フランス王ですね、えー、タン・レ王というフィリップ4世というのがこの時の王様です、まあ。イケメンだったって話なんですけどね、タン・レ王、フィリップ4世。で、法王がボニファティウス8世ですね。<laughs> でまあ、フィリップ4世のね顧問官っていう側近がね業務と逃れっていう人がいるんですけどこの人がなんか昔のローマの法律を学んだりして結構ね現実主義者というかその法王対立派だったわけですよなんでもう法王拉致して <laughs> 法王拉致朗ゼってもう王様の権力をとにかく強くしたいっていうのがあったので法王から口出したいのが嫌だっていうので法王とねもうバチバチに喧嘩してきたわけですよでボニファティウスがちょっと勘違いしちゃって 昔ちょっとね、その、第一次十字軍成功した時に、ちょっと教皇の権力上がったじゃないですか。あの時のことと同じこと言うのよ。いや、もう時代が違うじゃん、つって。もう十字軍とかなくなっちゃってるし、もう誰も十字軍とか行かないのに、教皇のね、法皇の権威ももう落ちてるわけですよ。ただその古いことを言うからずっと、あの、ね、王様は法皇の言うことを聞きとけばいいんじゃ、みたいなね、これ言って口出ししてくるからうぜえな、つってね、もう拉致しちゃうわけですよ。で、アナーニってところでね、拉致しちゃうんですけど、 さすがにアナーニの民衆が、いや、ちょっと恐れ多いっすわっ、つってね、あの、3日間ぐらいでね、釈放しちゃうんですけど、もう、れすぎてボニュファティウス発生が、噴死するっていう、やつですね。まあ、これはかつて話しましたかね、あの、どっかでね。えー、なかなか歴史上でね、噴死って見,見ないよねっていうい。怒りすぎて死ぬっていうやつですね。噴死。 残り1307年、まあ、これが最後かなテンプル騎士団訴訟事件というのがあります、まあ、テンプル騎士団ってさっきも言った通りお金を現金をすごく集めていたとでそれをあの軍事費用としてあの中東で使っていたわけなんですけどもあの結局もう十字軍なくなっちゃったわけですよねでみんなあのヨーロッパに引き上げてきたわけですよ十字軍あのテンプル騎士団たちもでヨーロッパに各地にテンプル騎士団支部っていうのがあって まあそこにみんな帰ってきたのはいいんですけど、その集めたお金、使う場所なくなっちゃったよねって、もうエルサレムで戦わなくなっちゃったんだから、これ何に使うんだろうっていうのに、もうお金がどんどん溜まっていくっぽいになっちゃったんですよねで。それをよく思わないのがフランス王ですよね。フランス王はもう絶対王政にしたいと、もう王様の中央集権国家を作りたいのに、そんなすぐ真横でね、あの特権階級がいるぞと、テンプル騎士団は聖職者であり、騎士であり、 皇王の直属で特権を与えられていて王様の言うことも聞かなくていいしあの税金も払わなくていいみたいなそんなやつがいたら絶対王政じゃないじゃんって話なんでこれを潰そうってしたわけですねでまああわよくばその莫大な資金も手に入るしみたいな <laughs> まあそっちがメインだったと言われることもありますが多分集中,なんか中央集権のね邪魔になるっていうことで、まあ、テンプル騎士団をねあの一斉にね逮捕しちゃうんですね これテンプル騎士団訴訟事件でテンプル騎士団全員を異端審問にかけると入団するときになんかキリストの十字架に唾を吐きかけたりとかなんかねあのバフォメットを信仰しているとかねいろいろまあ,あることないことを言い上げつらってですね異端審問にかけます、まあ、そんなわけで結局それに行うしきれずといいますか、えー、テンプル騎士団は結局亡くなってしまうわけですね1312年 まあこの頃はあはアビニョン保守が始まってまして、法、ま、王、あ、あもね、すっかりあのフランス王の言いなりになっておりまして、アビニョンっていうのはフランスなんですけど、もともとローマにね、法王っていたんですが、それをフランスのアビニョンにねあの住、住まわせるっていうね、とらわれの身じゃないかっていう形になってまして、もうフランス王の言うこと聞かざるを得ないねっていう法王もなってまして、まあ、テンプル騎士団潰すしかないよねっていうようになってしまいました。というわけで、テンプル騎士団もここで廃絶と。 まあこの最近っていうか、あの都市伝説でよくテンプル騎士団が出るのは、その遺産がね、本当はもっとあったんじゃないっていう、大体フランス王がね、没収したりとか、あと西洋羽の騎士団に、あとは引き継ぎなさいみたいなのあったんですけども、実は他にあったんじゃないのかみたいな。それがなんか今のね,そのね、フリーメイソンになってるんじゃないのみたいな、いろいろ都市伝説になってるわけですが、まあ、テンプル騎士団は実際もなくなっております。一応、騎士団っていう形で残ってるのは、 あのー、まあ、そうね、アサシンクリードでいうと、リンゴを求め始めたりしたわけですね。一応、騎士団としては、西洋派の騎士団はまだ残ってまして、あのー、まあ、中東を追い出された後、一応このロードストというところを占するんですね。で、またこの辺が全然ね、あのー、進んでいって、状況が変わっていっても、このロードスで対イスラム勢力として頑張ると。結構長いこと頑張りまして、 1522年まで頑張ってるんですよね。マルタ騎士団も同じです。ロードストーを結局落とされまして、まあオスマントルコですよね。オスマントルコと戦ってたんですけど、オスマンに結局負けまして、ロードストーから追い出され、こっちのね、シチラの南にあるマルタ島、ここまで行きますね。で、これがマルタ騎士団。だから、西ヨハネ騎士団から始まって、えー、西ロードストー騎士団になり、西マルタ島騎士団になり、で、最後は1798年、ナポレオンにマルタ島を制圧されるまで続くと。 結構ね長続きしてるんです西洋羽騎士団は、まあ、最後はナポレオンに屈して終わるんですがまあ一応現,現在まで続いてるみたいではありますけどね西洋羽騎士団という形で一応十字軍を発端にして始まった騎士団も終わりを過ぎるということになりましたで最後ちょっと駆け足でしたがまあまあまあ第一次第三次ぐらいがね十字軍としては面白いなっていうところなんですけど第四次以降ぐだるっていうね ところでしたねいかかかがですあやまあ面白いんですけどねキリスト教むちゃくちゃ今からまあ当時どう,どうだったのか知らないですけど、まあ、むちゃくちゃやってますよね <laughs> 後半めちゃくちゃやってるからね前半はむちゃくちゃっちゃむちゃくちゃなんだけど リチャードかっこいいんだよなリチャードとサラディンの私としてはねボードワン4世一押しですねボードワン4世いやぜひねキングダムオブヘブン見てほしい普通に面白いよキングダムオブヘブン何よりあの今私がこうバーって喋っても視覚的にビジュアル的にどんな感じかわかんないじゃんその重装歩兵とか言ってもさあんまイメージわかんないじゃないですかエルサレムの攻防戦とか言ってもさっきのセイランもそうだけどさ ああいうのをあこういう感じなんだっつってねこうビジュアルで見るとより分かりやすいかなと思いますほうがねすごいそうもう10年以上前ですねオーランド・ブルームの若かりし頃が、まあ、全然変わんないけどなオーランド・ブルームの顔顔変わってないけどフランス王はすごいよねまあでもこっからあとは次絶対王政のね話にまた移っていくわけですよ まあこの十字軍がいろいろあったりしたんで、まあ、歴史にもね深くかかってますからねあチンギスやりたいなチンギスボードワン四世ねますからハンセン病でねこんなに活躍しためちゃくちゃかっこいいよな本当に大谷義継みたい大谷義嗣は、ね、腰でね腰に乗って陣頭指揮を取ってましたけどボードワン四世は馬に自分をくくりつけて陣頭指揮を取るっていうねすごいっすよ 一応映画だとね、素顔も出してますから、ボードワン4世。アルビジョア十字軍は解説してないっす。一応ね、第1次から第8次までに絞りまして、なんとか十字軍でめちゃくちゃあって、アルビジョア十字軍あの南フランスを攻めるっていうね、謎の十字軍で、他にもあのバルト三国を攻めた十字軍もあるし、あの第4次でね、結局ビザンツ帝国攻めてるんですけど、他にもキリスト教徒同士で戦ってるみたいな、まあ、異端を攻めてるんですけどね。 アルビジャージョージ軍は南フランスの異端,異教異端のキリスト教徒を攻めてでバルト三国の十字軍は異教徒を攻めるっていうねまあ何でもありなんですよね十字軍って <laughs> フリードリヒ一世の遺体を持ち帰った方法何それ教えて <laughs> 心臓発作で死んでしまったというフリードリヒ一世 とりあえずこの頃十字軍名乗ってたっていうのあるよね下も OK だからみたいなまあなかなかねあの平家物語とかやってるねあの鎌倉幕府とかやってる時に結構こういうことをやってたんだなとあ煮込んでシチューにして骨だけシチューってそれ食べたの なんかね、あのー、累急生もそうだけど、累急生もチュニジアで死んだじゃん。結局、心臓を本国に持って帰って、他の骨とかはいろんななんか教会とかに収めるらしいんだよね。キリスト教徒のその、偉い人が死んだら。だから累急生も心臓だけ本国に持ち帰ったらしいですよ。あと骨とかはいろいろ教会とかにね、置いていったりとかしたみたいですけどね。 シチューにして食べちゃったってわけじゃないでしょう骨にして骨を持ち帰ったってことですよね多分ねなるほどまあまあいろいろまだまだねだいぶ駆け足だったんでねいろいろ面白い話もあるんですけどもまあその辺皆さん調べてみてくださいまあまた扱うかもしれませんけどね他の本読んだ時とかに芯はつけてないんだけど多分その肉をねきれいに 取るためってことでしょ骨をきれいにするためってことかな多分いやー疲れたななんとか終わったなあえっ、ー、と次回はですね仏教をやります来月はで一応来月で、えー、年間本100冊読むっていう目標を達成なのでそのイスラム教編もやりたいよねイスラム教編もやりたい来月は仏教についてという 形でやろうと思いますいやありがとうございました達成は全然できると思います100冊いけます再来月からはもうちょっと形変わってねやると思いますんで1時と3時がいいんだよなぁ10時軍あじゃあお疲れ様でしたありがとうございました